FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 時刻はお昼の1時を回りました。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、あのメール来てますね。キジちゃん35歳、いつもありがとうございます。はい、今年 M1 は土屋さん、青木マッチョ先生、三四郎相田さんと、夏さんの家でご覧になったんですね。夏さんはもちろん一番親しいヤーレンズの応援に力が入ったことと思います。今年はトップバッターの令和ロマンが優勝しましたが、同じくトップバッターを経験している夏さんは令和ロマンの漫才をご覧になっていかがでしたかということで、ねえ、まあ、夏ちゃんありがとうございました。本当にもう先週土屋さんがこのラジオ始まる前に、ちょっと夏ちゃんの M1 誰と見んの、何してんの、クリスマスイブだけど何してんの、そんな言い方でした。いや、めっちゃ神妙な思い、いや本当、ね、でなんかちょっとこっちも構えちゃって、はい、どうしたんだろうと思って、え、なんかあったんですかって言ったら、いやちょっと家で、俺は見れないんだって言い出して、いやどういう状況ですかって説明しました。漫才禁止のね、家だから。漫才禁止なんて厳しいね。漫才はでも教育に良くないと思ってアウトじゃん、もうそしたら。なんで常務理事やってんだよ。満強で。漫才業界だな。でもこれは本当にもうその家庭持ってる人の中には結構いると思うんです。自分の好きなテレビ番組なんか、その7時間も見れないよ、それは。いや。7時間じゃないし、まあまあ本番の、まあその決勝のね、その4時間ぐらいでも、無理ですやっぱ家で、あの見るのは。決して芸人の家族全員が今好きっていうわけではないけど、家族が、あの、そう、見てもいいよっていう、何見てたんだよ、逆に。裏で何見てたの？テレビを見ない。なんかやっぱ勉強があったりとか、なんかあって。競馬見たいとかじゃなかったの？競馬はもっと難しいよ。競馬はもう本当にもう、あの、車の中で見ましたけど。今はちゃんと車の中で見ました。車の中でしかないんで。あ、そっかそっか。いや、でもだからもう、すごい、神妙なお家へ来たから。でもやっぱ丸々見たいって。でも、休みだから。7時間取られちゃうのはね。ね、会長さんが、審査員やってて、裏で、常務理事がなぜ難民になってんのかっていうのがすごい。いや、もうこっちも構えちゃうから、え、何ですか何ですかって、ちょっと返事待ってもらっていいですかって、ちょっと構えちゃったんですよ。なんか、土屋さんがうちで見るってなった時に。急に言ったからなんかね、困らしちゃったかなと思って申し訳ない。いや、困って、いや、ちょっと待ってくださいって言ったら、いや、いい。じゃあ、俺はもう車の中で一人で見るっていい。せめてなんか、いい。なんか、すね出して。電気屋さんの前とかで見るとかね。いや、恥ずかしいだろ、一番。ガイドプロレスみたいな。一番恥ずかしいだろ。消防会。力道山みたいな。そういう時代もあったかもしんないけど。いや、だから、いや、そんな言うんだったらもうちょっと、あ、もう、はい。よかったなって。かわいそうだから、そのね、はい、あげてくれたんだよね。うちでよろしければ、うん。いや、本当に優しい、なっちゃんは。本当、家にあげてくれた、それで。ね、うん、安定感があるというか、安心感がやっぱり。安心感、なっちゃんだったら安心感あるし、多分まあ、誰かと一緒に見るんだろうなと思ったから、そこ入れてっていう感じで言ったんですけど。もう結構な圧で来ましたけどね。そう、そんなこと。他はもういないんだ、みたいな。俺には。止めてくれ、みたいな。俺には他に誰も頼れる人がいい。友達がいないんだみたいな。申し訳ないから、その後に、クリスタルジム行ったら、ゆうたろう先生が、なっちゃんち前行ったことあるっていうのね、その今度クリスマスイブ行くんだって言ったら、なっちゃんは、なんかなっさんはすごいテキーラ飲みますよっていうの聞いたから、俺、テキーラボトルで2本買ってって。申し訳ないから、なっちゃんで献上して、なっちゃんこれを。お納めください、テキーラ。テキーラ飲むって言ってて、多分、一本で。そんなに飲めるもんじゃないと思うけど。伝わると思う。わかんないから、なっちゃんの底を知らないから。一本以上飲まなきゃいけなくなっちゃう。めちゃくちゃ飲むかもしれない。海賊じゃないんだから。マジで。昔の海賊のやり方だよ。そうですかいボトル2本買ってったんだけど。いやいや、美味しかったです。ありがとうございます。いやいや、よかったです。それでもね。古舘伊知郎さんと美濃もんださんのエピソードみたいな。酒持って心をつかんだよ。主語のね、主語の究極のエピソードを。いや、まあ飲みますけどね、ありがとうございます。いや、そうそうそう。みんなで見て。3時から見たってことなの？いやいや、俺はもう6時半。6時半から。6時過ぎ。そう、何時に行ったらいいって、午前中に LINE が来たんですよね。じゃあもう、あ、この感じは歯医者から来るなって思って。
ちょっと待って。放送が6時間なんだから。7時間いるな、こいつ、と思ったら。これはちょっと、いや。今日何時入りなのみたいな。うん、会社、2時半入りなのみたいな。で、相田くん、三四郎の相田くんも、マッチョも、うん、まあ、18時半とかそういう本線から見る。俺もその本線からの予定だった。まあ、有馬記念とかもあるし。うん、でも、午前中に連絡来るってことは、うん、歯医者からかなってこっちはやっぱ思っちゃったんで。3時ぐらいに来るメールだったら別にね、いいもんね。いや、そうです、そうです。今日何時ってね。うん、そうです。だけど、うん、もう、あ、じゃあ18時半で、ぐらいでって言って、みんな、みんな来るぐらいでって言って、で、歯医者は自分一人で見たんですけど、まあでも、まあ、いや、来る、そうですよね、来る、来てたらどうなってたんだろう。あ、3時から？そうですね、途中で競馬も多分見るだろうなっていうのもあったんで。ああ。有馬記念ですよね。有馬記念、うん、そう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 。いや、もうそれもなんか、ちょっと、なんか違う。大丈夫だよ。普通にその、決勝見せてもらえれば十分だから、俺は。いや、でも。もうだってもう、見る場所がなかったんだから。うん、だ3時ぐらいに連絡くれればね、うん、こっちも、あ、歯医者からなって。それだとちょっとやっぱ急すぎて、うんうん、申し訳ないかなと思って。うん、いや、だからそう、みんながもう本当、歯医者復活から見てますよってなったら、なんか逆に気まずいかなって、え、決勝しか見ないんですか土屋さんみたいな感じのノリだったら、すごいみんな熱くてね、敗者復活から見てますよみたいな感じだったらどうしようと思ったから、一応何時ぐらいからっていうふうに探るよ。でも初めてだから俺も。うん、初めてのこと。わかんない。不安だから、それは。いろいろ聞いてしまいましたけど。なんか、うん、ずっといていい感じ出してるけど、別にそれ、一人になりたい時もあるもんね、なっちゃうもんね。いや、そうですね。そうそう。それもあるから、はい、その時間を聞いたんですよ。そうだよね。そうそうそう。なるほどね。あれ、お気遣いでね。気遣い。すいません。ずっと気遣いですよ、それは。もう入れてもらえただけでも、もう本当感謝なんだから、もうこれ絶対家で文句言っちゃいけないと思って、すっごい家暗かったんだけど、そうそう、蛍光灯が苦手で目が。そうなんだよね。そうそう、苦手で。眩しいの苦手だから、まあ、その方がテレビ見やすいし。いや、別にその話じゃないですよ、今。明るいか明るくないか。明るい方がいい。そこはいいんだけど。好きだな。そこはいいんだ。まあ、テレビ見るのが目的だからね。それはいいんだけど。あともう、やっぱり、クーラー問題ね。クーラーというか暖房問題ね。やっぱ、ここでのこともそうだけど。なるほど。正直、ちょっとやっぱ部屋が寒かったんですよ。だからそれ言えない、それも言えない、それも絶対言えないなと思って、聞くんで見るしかないよ、それは。そうですね、途中でちょっとなっちゃんが、ね、うんうん、あのキッチンの方に行った時に相田君に、うんうん、寒くないのってそんな話してたら昔の敗者復活と同じ気持ちで見れば大井競馬場じゃないんですよ、外にいると思ってね、そうそうそう、そのつもりでいればいいんだと思って、それはもう気遣って言えなかったら、俺一番いいところで見れたの。いや、そうですよ、それはそうです、特等席です。暖かかったからね。暖かいでしょうね。暖かいでしょう、そうでしょうね。照明もガンガン焚いてあそこ寒かった意味わかんないそうなんだ、うん、そうだから、もうすごい気の使いようで、いやでも楽しかったです本当。いやだって全然ソファー座ってくださいって言っても、全然座ってももう5秒ぐらいで立って、なっちゃなんかやることある、なんか足りないもんあるそういう時、相田くんとかも動くの？その時は土屋さんが一番最初に、だから、18時半でって言ったのに、18時ぐらいに来たんですよ。まず。ちょっと早かったんだよね。なんかオープニングも見たいみたいな。あれ自分も準備あるから。なんかそう、歯医者の。早く来る人っているよね。そう。それ俺もよく人を呼ぶんだけどさ、はいはい、早すぎると困る時ある。早すぎるとそうだよね。18時半って、しかも連絡来てるのに、18時に行っちゃったから、ね。まだ椅子とか並べる前に来た人いるよね。早すぎたんだよ、俺も。なんで早すぎたんですか？中野駅でお寿司買って、はい、でそれが、なんか思いのほか早くできたから。なんか、職人さん早く持って公園とかで待ってんのも嫌だっすね。そうなんだよ。一人で。そうなのよ。悲しすぎる。クリスマスイブに俺何やってんのそうだ。外で待つのもな悲しかったから。見る場所もなくされない。ちょっと早めに行っちゃったらごめんね、それもね。いやいや、もう全然、うん、早と思って。で、土屋さん何飲まれますかとかいろいろ聞いて、うん、あ、炭酸が足りないですねってなって、うん、あ、俺買いに行くよって言うから、あ、そう、いや、ちょっと買いに行くよっていうのもなんか、コンビニ近くにあるのかな、まあ、そうですね、近所にあるんで、うん、いや、もう土屋さんいいですよ、待っててくださいって言っても、うん、いや、俺が行く。いや、でも、相田くんとかももうそろそろ来るから、相田くんにも頼めるんで、うん、いや、俺が行く。みたいな。
全然言うこと聞かないなと思って。言うこと聞かないじゃないなんか、いや、こっちは先輩だし。それはもうだって。うまくいかないね。いや、ずっとソファで待って、うん、そう座って待ってるわけじゃない。気使うもんね。だからそうね。買いに行かせるのなんか、申し訳ない。そもそも先輩じゃないしね、なっちゃん。いや、なんなん俺は。なんなんすか、同期だから。同期じゃないですよ。なっちゃんのその芸歴本当に怪しいから。怪しいって言わないでください。いやもう年齢はまあ上じゃないですか。いやまあそうだけど。それはでもなっちゃんがずっと間が来たらやらせるからって言ってたけど、うんうん、間だけは一人何もやらなかった。あいつが一番で堂々と座ってた。いつもの定位置の間だけは全然な定位置で。あるの。マッチョはマッチョとかいろいろ働いてたけど、間だけ何にもやらなかった。何もね、そうしなかったですね。楽しかったです。楽しかったですね。ね、見てね。本当だよ。全然、あの、令和ロマンのトップバッターだったっていうのでね、この人、ね、あの、キジちゃんがね、聞いてたけども。まあ、そう、なっちゃんが、令和ロマン優勝当てたのよ。始まる前に、誰だと思うって言ったら、ね、みんなでなんか予想してなんかこう、誰が行くかね、みたいな。じゃあ、令和ロマンですかね、みたいな感じで言ったら。もう点数出る前に、あ、全然で始まる前です。やっぱ響きでしょ。もうひ、もうだからド、ドウデュースと一緒です。ドウデュース。いやいやいや、でも、ヤーレンズのかなんか響きいいじゃん。うん、まあ、ヤーレンズもそうですね、ありましたけど、でも。令和ロマン、そんな響きは。令和ロマン。それがいいんだ。ドウデュース。令和ロマン。いやいや。いや、そういうので選ばなくていいじゃん。濁点とかじゃないです。M1 は、M1 は知ってるじゃん。競馬は馬のこと知らないから、ドウデュースとか、なんか響きで決めるの分かるけど、知ってるじゃん、みんな。めちゃくちゃ予想できるじゃん、それは。本当だ。ね、僕らもトップバッターやったことあるんですよ、M1 で。2009年ね。うん、だから、そうだね、みんなトップバッターね、経験して。どうでした、そうそうそう、トップバッターって、結構緊張しません？なんかやっぱり。でも、なんか、トップバッターの方が、の方が緊張しなかった。よかった。まあ、2回目だからっていうのもあったかもしれないけど、なんかまあ、早い方が気が楽っていうのもある。2010年の、あの、準決勝もトップバッターだったしね。ああ、うん。だから意外に、うん、トップバッターの方が慣れてたかもしれないね。うん、そう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 。でも、へみくじっていうシステムがやっぱ緊張するよね。緊張するよね。しますよね。うん、そうだよ。だっていつ来るか分かんない、うん、あ、ネタ合わせできんのかなとか、確かにすごいドキドキします、うん、ドキドキしますよね、うん、あら、 M1 チャンピオン、怖っ、びっくりした。 M1 チャンピオン、こんにちは。こんにちは。あ、ごめんなさい。え、何、なんで、何、え、何が、こっちが、何、いや、なっちゃん、あ、伊達さん、どうも伊達です、こんにちは。何じゃなくて、サンドイッチマンの伊達さんが今、ラジオショー収録終わったんで、もう今年最後の、はい、ラジオショーも今日収録だった。はい、日本放送で収録していて、そうです。それで。で、なんで来たんですか？で、もう今、生でやってるでしょ？はい。うん、で、来るじゃん。来るじゃん。来るじゃんじゃないのよ。それは来るじゃない。来るじゃんじゃないのよ。当然のような顔して。そうですね。なんなんありがとうございます。いや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 。そうですか。なんの、伊達さんは M1 は、うん、あの、どこで今年は見てたんですか？あの、グレープカンパニーの事務所で。事務所で、はい、分かってた。で、点数どうせ富澤さんに送ってた、富澤に送ってましたけど、どうせ3点ぐらい違ってたね、今回富澤と。あ、そうですか。そうなんだ。そうそう、いつもは大体一緒なの。大体一緒。じゃあその話こ先にしなさいんじゃないですか。するでしょ、ラジオショーに。土曜日のラジオショーでしょ。したね、したんでしょ。ダメだって。何先にやった、同じ話を先にしたらダメだって。聞いたんで、あなたが聞いたんでしょ。聞いちゃったからさ。そうそうそう。いや、今年もお世話になりました、伊達さん。面白かったね。で、何時ぐらいまで大丈夫なんですか、伊達さん、今日。俺もう今から博士ちゃんだからね。ああ、これからもう3時入りだから、全然3時入り早く行けよ。2時半まで入れますよ。2時半まで入れますよ。めっちゃいるじゃないですか。いるよ ね、 ね、ちょ、全然タコパやんないじゃん。伊達さん忙しいんだもん。いやいや、やろうよ、本当に。本当に来てくださいよ。たこ焼き器、うちに置いたままなんだけど。あ、だからそう、5台あるうちに。5台あんの？今3台家にあって、うん、あ、そうか、花さんちと、あと他の友達の家にあります。戻して。なんか、俺、いつ返せばいいのかなって思って。そう、やらないですか？やってた YouTube でね。うん。やりましょうよ、また。やりましょうよ。返そうか、とりあえず。いや、あの、大丈夫ですよ。うち3台あるんで、まだ。うん、やろうやろう、タコパやりますか、うん、タコパやりましょう、タコパ、タコパ、うん、もう全然お正月休みないでしょ、だってナイツは。お正月は寄席とかありますけど、寄席だもんね、ずっとね、うんうん、でも全然その夜とか行きますよ、タコパ、タコパしましょう、タコパやろう、うん、伊達さんいつ暇ですか？俺もずっと暇よ。ずっとって絶対暇じゃないでしょ。
たこ焼きって、はい、タコ入ってるじゃないですか、はい、1カロリーなんですよあれ。なんで1だけあんの逆に、タコのカロリー、なんで1だけあんの、丸だと0カロリーなんですよ、タコ入ると1カロリー、タコ入ったら1カロリー、あんのよ1なんすか、1カロリー、なんだ1カロリー、今から1カロリーは流行らない、流行らない、俺が0って3が言ってた、0が散々流行ったんだよ、なんで1よ、なんだ1カロリー理論、1も1も嘘だしどっちにしろ嘘だし、いや本当に本当に、ツッチーはどうやって見たの、だから、ね、なっちゃん家に行って、その話をしてたの、その話を今してたんです、うん、あ本当、はい、うん、聞いてはいなかったんだ、入ってくる前になんか嘘無双がいたら若手みたいな、そうこの後出てくる、あと辛坊さんもいらっしゃった、辛坊さんはいいんです、辛坊さん新聞見てたんで、いつも見てるんですよ、そこまでよく聞いてるから、あそこでいつもね新聞見てるの、そう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 なんですよ、そう、今日小沢さんでしょゲスト、まあ、スピードワゴンさんが。あ、スピードワゴンさん。はい。ね。うん。なんかいろんなこと喋ってくれるのかな。やめなさい、本当に。やめなさい、本当に。何が？それを言いに来たんですか？そう。やめなさい。なんでそれだけ言いに来たんですかね。みんな罰出してるのは何？いや、M1 のことですよ。M1 のことね。もちろんそう。M1 詳しいから。M1 のことですよ。M1 詳しいね。ね。うん。いや、そうですよ、本当に、ね。あと、ミーナの話とか。はい、ださ、うん、帰ってもらっていいですか？散々荒らして、散々荒らしてね、最後雪男さんのポエムで終わらせるっていう、全部心が穏やかになる放送にさせて、それでチャラにするいいですね、それもいいですね、はい、よろしくお願いします。今日俺あのゴルフの番組がありますか、 BS 富士で、また違う番組やってるの、そう、え、うちらとやってるナイツショット以外に、ナイツショット以外に今日 BS 富士で、あらゴールデン、富田さんはそれでやってないやつ、本当にゴルフハマっちゃってね、ってあの今井監督と楽天イーグルスの新監督とドラコン勝負してますから、ドラコン、すげえ見て飛ばすやつでしょ、飛ばすやつって今井さんめちゃくちゃ飛ばすんじゃないですか、今井さんはもう300ヤードぐらい、絶対勝てないでしょ、勝てないでしょ、勝てないでも俺の 相棒が、はい、まあ、2対2でやるんだけど、はい、もう日本4位のドラコン、あそれで黒と組んで、そうだ、でも俺も200何歩飛んだ、あ、本当ですか？でも俺も飛んだでしょ、この前。飛んでた、ね、俺結構飛ぶんだよ。花君すごかったよね。まあ、でもリーチが長いから。そうそうそう。結構当たると飛ぶんですよ。うん。230ぐらい飛んでましたよ、ね。飛んでた。へ、え、ぇ、ー、はい、すごい。しかも真ん中ね。いや、そうそうそう。そうそう。ぜひ見てほしいですね。初めて見てほしいですね。行こうね。また行きましょう。うん、タコパとゴルフね。タコパとゴルフ。ゴルフ帰りにタコパしましょう。いいね。全部オフの時に話すことなんで、もう。タコパとゴルフ行こう。もう。帰ってもらって。乗せる話じゃないんで。あの違うんですよ、今日本当に17分ぐらいで、その後ゲストがもうめちゃくちゃ来るね、伊達さんのせいでマッチョ芸人がみんな出れなくなっちゃった、いたよ、うぞうむぞうが待ってんだからずっとそこで、ま、そうなんです、うぞうむぞうがいたんです、なんか無駄な筋肉いっぱいついてる、マッチョ全員でつまみ出してくんねえかな無駄なお笑いには必要のない筋力で、筋力でつまみ出すしかないよ、お笑いには必要のない筋肉をいっぱい持ったやつがいっぱいいてダメだもん、それが今からやるんですから本当にありがとうございました、伊達さん筋肉なんかいらないんだ、行きましょう。それではそろそろ行きましょう。お笑いの筋肉鍛えない。Shamelessly in the middle of the day, we've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show.改めましてこんにちは、ナイツの土屋のものぶきです、水曜パートナーのエペチョウ、桃鉄の何だった、桃鉄のキングボンブ言ったんですよマジついちゃった、いやついちゃったガラスだけやらせてもう何なん、負債を抱えて俺たちが出てきたんですよ、キングボンブと一緒だよ、ほんとマイナス何億なんだよ、あれ僕が言ったのねっつって帰ってっちゃいましたね、じゃないのよ、うんこして帰ってくるキングボンブ最悪だよ、線路にうんこして帰ってたみたいな、なんだあいつ本当に
どうしたらいいんだろうね。ねえ、ナイツラジオショー、今日はやることたくさんありますからね。1時台にはマッチョ芸人による M1 グランプリ、はい、マチョ1グランプリを開催します。楽しいよこれ、うん、はい、猫じゃらし、駆け落ち、鬼プリンの3組がエントリーしてます。そして2時台にはスピードワゴンのお二人と一緒に M1 を振り返ります、はい、さらに3時台には2023年最後のゲスト、雪男さんがポエムを読んでくれます。さすがでございます。さすが水曜日が、ね、はい、最後だからね。水曜日やばいっすね。最後はもうしょうがないこれは。はい、そしてなっちゃんが当てた有馬記念の配当、2万2000円、こちら1名の方にプレゼントします。ドーデュースの1点でね、見事的中しました、欲しい方はメールにあなたの2023年の思い出を書いていただいて、住所、氏名、年齢、電話番号を必ずお書きの上お送りください。当選者はエンディングで発表したいと思います。なおこちらの配送は少々お時間をいただきますのでご了承ください。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想メールなどお待ちしております。宛先なっちゃん、はい、受付メールアドレスは rs@1242.comrs@1242.com。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツRadio Show. ニッポン放送の公式 LINE アカウントがスタート。番組の最新情報などあなたにお届けします。現在スタート記念で豪華プレゼントが毎日当たるキャンペーンを実施中。ぜひニッポン放送の公式 LINE アカウントをお友達に追加してください。 LINE のトーク画面からニッポン放送で検索。マスター、甘くて美味しいカクテルをちょうだい。この後仕事だからアルコールはなしで、体のことも考えてカロリーと糖類もゼロで作れるかしら。はい、スタイルバランス、心と体にご自愛のんある、朝日スタイルバランス。初詣は厄除けのお祖様、杉並堀の内妙法寺へ。愛情込めて作りました、茨城の白菜、美味しくできましたよ。甘みがあって柔らかく歯触りがいいのが茨城の白菜。お鍋はもちろん、サラダやお漬物にも。茨城の白菜おすすめします。ぜひ食べてみてください。 JA グループ茨城白菜流通部会。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ここでブリティッシュアメリカンタバコジャパンがお送りする日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道が事故のため通行止めになっています。圏央道は五ヶ インターと坂井小ヶインターの間がトラック3台の事故のため両方向とも通行止めになっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に21キロ渋滞しています。首都高速道路は7号線の上りが京葉口に乗用車が故障して止まっているため1キロ渋滞しています。一般道路は埼玉県の国道16号線の春日部方面に向かう外回りが埼玉市北区吉野町1丁目で事故のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。最近は楽屋でもあそこが痛い、ここが悪いとか健康に関する話題ばかりですね。俺たちもそういう年になったということだよ。ところでお前なんかしてんの？タバコハームリダクション。タマゴハムアトラクション？違う。ハームリダクションっていうのは健康リスクがある可能性のあるものに関して使用を止めるのではなく、使用による身体的社会的な悪影響を低減していくことを目的とした考え方。タバコの場合はタバコハームリダクション。なるほど。俺も取り入れてみようかな。お前はどうする？俺はとりあえず相方を変えてみようかと。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン。
一運光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組一運光の種、メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで話の花を咲かせていきたいと思っております。一運光の種は今日夕方5時30分から。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. Knights の土屋です。花輪です。Hosted by Knights from Monday to Thursday, Knights, the radio show. No woman, no cry. 爆発する。マチョワングランプリー。ということで始まりました、この時間はマッチョ芸人ナンバーワン、畑中風ちゃんありがとうございます、マッチョ芸人ナンバーワンを決める祭典マチョワングランプリをお送りいたします。M1 のね、はい、まあ M ですからね。M ですから。確かに、なぜこれを年末にやろうと思ったのか。最後の放送ですよ今日。ラジオショー。ラジオショー。これのために伊達さんを返しましたからね。史上最多3組のエントリーということで、まあねマッチョの話も今年はやっぱ水曜日特にしました。そうだね。ね。クリスタルジムにさ、ね、やっぱりお世話になりました。いっぱい出てきた名前がね、そうなんですよ。今日出して終わろうと、はい、いうことです。で発掘しましょう。中にもね。結構面白いマッチョ芸人さんいましたので、ねうんたね、今回は、3組駆け落ち鬼プリン猫じゃらしと、うん、いう3組がエントリーしてくれました。予選を勝ち抜いた。そうですね。ですので、まあ、自動的に最終決戦です、予選も3組しかいないんですね。最終決戦だ、はい、さあということでこの3組にネタを披露していただくんですが、うんはい、ネタ順はこちらの箱に入ったダンベルを引いて、うん、くだらねえことすんな本当に。エミダンベルというシステムでね、うん、本当に作ってきた、はい、でもダンベルに書いてあった、うんコンビがすぐにネタをやるという、はい、はい、エミクジと同じ。なんか本家だったら栗山監督とかなんだけど、うん、分かんないけど小沢さんとかの井戸田さんとかに引いてもらってもいいかもしれないですよ。それはまあね。ここで伊達さんが ね、なんか来れば、ね、一番良かったんだけど、うん、これは誰が弾くの？これは。うん、あもうこのメンバーで、あこのメンバーでいきますか。じゃあ私から、そうですね、じゃあ花さんからいってみましょうか。はい、エミダンベル弾いてください。うんはい、どうやっていくの？もう下に、重いので穴が下にある、うん、上から引っ張れない。大丈夫？来た。ダンベル同士がぶつかろうとする。来た。あお一組目は猫じゃらしです。岡本さんの言い方で猫じゃらし。猫じゃらし。それでは準備をお願いします。すぐできるんでしょうか。さあ一組目に選ばれました猫じゃらし。それではトップバッターです。猫じゃらしです。どうぞ。どうも猫じゃらしです。お願いします。あの突然だけどね、謎謎だし、あいよ、うんうん、パンはパンでも食べられないパンってなんだ。パンは太るんで食べません。僕もです。すげえ。お願いします。すげえ。やつかみが早い。すいませんね。あのさ、どうした？今度な、うん、家の近くのコンビニの店員さんとデート行くことになって。おコンビニの店員さんと、どんな子よお前。ね、身長が150センチちょっとで、茶髪のショートボブ。おうおうで、可愛らしい感じ。おめっちゃ100点や、女の子として。ただな、その子、マッチョ嫌いやねん、うん、そんな女やめとけよおい。えこのご時世的に良くないけど、そんな女やめとけよ。そんなことめちゃめちゃいい子やねんから。いやでもマッチョ嫌いなの。うん、じゃあお前マッチョ捨てんの。マッチョ捨てんよ。マッチョ隠してデート行くんや。いや絶対無理お前。いや大丈夫、俺ほんま自信あるから。ほんまやな。うん、じゃあどこにデート行くねんな。原宿の竹下通りや。原宿の竹下通りって何やんの。いやクレープ屋さんとかな。あとパンケーキ屋さんもあるし、あとおしゃれな服屋さんもあるし、あとせや、ゴールドジムやー。ゴールドジムあるやないかい。俺ゴールドジムあったら絶対行ってまうもんな。マッチョ隠されへんやお前。わかった、うん、じゃあ表参道行くわ。表参道隣のね。そうそう、表参道って何あんのよお前。いやブランド品とか、あとおしゃれなカフェもあるし、あとおしゃれな、せやゴールドジムやーゴールドジムあるやないかい。なんで原宿にもゴールドジムあって、すぐ隣の表参道にもゴールドジムあんねん。あの辺マッチョ多いのよお前。わかった、中野、代々木、豊町、せやゴールドジムやゴールドジムあるやないかい。東洋町に至っては住宅地もなければコンビニもない、あるのはゴールドジムだけやもんな。そんなことないよ、コンビニあるよちゃんと。じゃあゴールドジムないとこ行くわ。そんなとこあるかお前。新宿。新宿ないわ。新宿って案外ゴールドジムない。
せや、エニタイムフィットネスやエニタイムフィットネスあるやないかい。24時間通い放題のエニタイムフィットネスあるやんけ。この紫のカードキーがあったらどこでも行けるからね。わかった、じゃあゴールドジムもあとエニタイムフィットネスもないとこ。せや、チョコザップやチョコザップあるやないかい。駅近で通いやすいもんな。フランチャイズなめんなよお前。俺もうどこにもデート行かれへんやんけ。せやせやせや、どこのコンビニでやったんだっけ。俺の家の近くのコンビニやん。ほな話早いやん。家呼んで遊んだらええやんか。それは男としてどうなの。それは俺が間違ってた。どうもありがとうございます。マッチョ。あー、すげえ。猫じゃらしのお二人仕上がってたよ。いやもう急に行くんですすごいな。二人ともだからね、ここは、はい、すごいな。いやありがとうございます。猫じゃらしのゴールドジムあるやないかいのツッコミおかしいだろ。いやもうゴールドジムあるやないかいということで、どこのジムの回し物なのかめちゃくちゃ言ってましたけども、ありがとうございます。ちゃんと見てましたよ。ねそのうなずくとき、相づちのときちゃんとピクピク言ってました。動いてました胸筋をピクピク言わせて、ちょ連動しちゃってるんですよ。連動してる、うん、うんって言っちゃうとこう動くんだよ。うなずきのときに、うん、これはマッチョワンとしてはマッチョワンとしてポイント高い。ありがとうございます。嬉しいです。もう終始マッチョのネタだったからね。そうですね、はい、うん、2人はこうコンビ組んだときから両方マッチョだったの。いえ、最初は、うん、ずっと僕ら中川家さんに憧れてまして、はい、あでもそれ今でも今でも憧れてます。しゃべくり漫才としてやっていこうって言ったんですけど、僕が谷坂って言うんですけども、うん、失恋きっかけで筋トレを始めまして、うん、それでメキメキともう本当にネタそっちのけで、うん、トレーニングずっとやってたんですよ、うん、もう 3,4 時間ぐらい、うん、で体がみるみる変わっていって、相方の吉田が焦ってジムに入って、うん、はい、でジムでまあ、トレーニングしながらネタ合わせするようになって、うん、でも筋肉でやっていこうって。そうです。ジム行ったんだもんじゃん。いやでもその谷坂の方は普通、うん、一般の人って3ヶ月ぐらい経たないと体が変わらないんですよ。そうだよね。2週間ぐらいで変わってて、めちゃめちゃポテンシャル高いんですよ。もうセカンドハウスでしたね、はい、僕はジム、はい、そうです。もう毎日通って。毎日はどのぐらいで変わったの。僕はでも高校の時からラグビー部入ってて鍛えてたんですよ、うんうん、でもともとマッチョキャラっていうのやってたんですけど、うん、あやってたの。はい、でもどんどんその体が変わっていったんで、うんうんうん、取られると思ったんですよ、うん、なので僕も焦ってジム入会しました。うなずいてるずっと。相方じゃないですね、うん、お互いライバルって呼んでます。筋肉で負けたくない、はい、そう負けたくないです、はい、本当に。いやまただから中川家さん見たらまたね、ああ漫才やりたい、ね、しゃべくりやりたいと思ったりするけども、はいはい、そこはでもやっぱこうマッチョ今マッチョいいね、優先してやってるという。マッチョ同士ってなかなかいないですからね。はい、だからもう中川家さんにマッチョなられんのだけが怖いんですよね。怖いね、中川家さんマッチョだったらラグビー部だしね。そうなんですよ。ほんまや。確かに。今からなんで50だよ、もう。だって。いや、でも、剛さんがトレーニングされてるんで、はい。あ、剛さんはちょっと鍛えてる。ドキドキしてますね。そしたらもう喋りで勝てばいい。そうか。そうですね。喋り勝てばいいんだから。そうですね。簡単な話ですね。簡単に言うな。はい、ということで、猫じゃらしのお二人です。暫定ボックスでお待ちください。ありがとうございます。はい、素晴らしかった、ね、トップバッターですけど、ね、いやいきなりやっぱマチョワンらしいね、二人ともマッチョの素晴らしい、もう上半身裸でずっとやっていただきました、ね、すごかったっす、ね、でしたかなっちゃん。面白かったですね。面白かったですね。いや本当確かにエニタイムとかもいっぱいありますしね。チョコザップもいっぱいいろんなジムのこと勉強になりましたね。勢いがあったね。さあそれでは二組目、じゃあ僕が聞きましょうか、はい、筋肉ガラガラってやんないんですか、はい、エミダンベル、はい、一応ね、一応ガラガラってやってますけど、ガラガラってできないよこれ。重すぎて、はい、これです。じゃあ二組目は駆け落ちです。おっ、さあそれでは準備してください。トリオです、駆け落ちの3人。一回来たからね、駆け落ちは。そうですね、一回来てます。やっぱり経験者だから強いよね。それではよろしいでしょうか。二組目の駆け落ちです、どうぞ。どうもありがとうございます。皆さん、はい、生まれ変わるならどれになりたいですか。どれにもなりたくないだろう。自分生まれ変わるなら細マッチョになりたいです。後悔しないで。荒垣坊主です。鈴木ロンゲです。青木マッチョです。サニアズエで崖内です。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕らいつもこう見た目を使ったネタやってるんですけど、今日はラジオですから喋りでできるようなネタで、マッチョちょっと待って、雑誌出さないで、マッチョ雑誌出さないで、マッチョ、マッチョ、マッチョ雑誌破らないで、ラジオで伝わらないから雑誌破らないで、何してんの、何してんの、二人で変なことしないで喋って、二人喋ってね、ラジオだよ、ラジオだよ。
いわかんない、わかんない、すごいことしないで、わかんない、すごいことしないで、おい喋って、なんか喋って、マッチョ。土屋さん、M1 楽しかったですね。そんなそんなのをすごい状態でやんないでね。なんかすごいことしないで、ちゃんと喋って、あ、フライパン出さないで、坊主フライパン出さないで、坊主がフライパン、フライパン曲げようとしないで、ね、ちょっと曲がったねとかもわかんないからやんないで、ちょっと曲がったねとかはやんないで、おい、おい、靴下脱がないで、わかんない、ラジオ聞いてる方何が起きてるか、おい、おい、持ち上げないで、坊主が持ち上がって何やってんの、おい、おい、おい、なあ、何が起きてんだ、おい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 おい、見たことない高いサボテンやんないで、見たことない高いサボテンやんないで、高さ足りなくなってるから、坊主なんか言って、これ僕の方がしんどいんです。どうでもいいから、そんなのどうでもいいから、ちゃんと喋れお前ら。ずっと突っ込んでる。もういいよ、もういいよ、俺のもういいよ、どうも。さあ、駆け落ちの3人です。お座りください。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、こうスタジオには2回目ですけれども、ありがとうございます。駆け落ち、やっぱり1回やってると強い。一回やる。まあまあ2回目ということで。M1 じゃないんですよ。はい、2回目強いのかね。高さとかも頭に入ってたわけです。入ってました。もう安心してできました。天井足りてなかったじゃん。でもまあ今年ラストイヤーなんで。ラストイヤーとかあんの、ね、勝手に決めんだよ。筋トレ歴がめっちゃ15年目に入ってるってことです。筋トレ歴15年。そうなんだ。あ、でも重みが違うなと。ちょっとマッチョはそうだよね。扱ってきた重みが違うんで。そうだね。はい。ラストイヤー。絶対負けたくないな。はい。負けられないです。勝ちたいです。あれね、坊主はもともとマッチョだったんだもんね。もともとマッチョですね。やり投げやってたんで。青木マッチョが、はい、組んだからもう細くなった、ね、細くなりました。でかすぎて。そうだね。ポテンシャルあるんだから。面白かったけどね。ね、面白い。でもラジオだけど、はい、こういやいと動きのネタを。そうですね。やったということでね。ちょっとなんかずっとうるさかったんだけど。ロンゲが。ツッコミですよ。ロンゲがツッコミですから。ずっと喋らないから。うるさいな。ロンゲいくつでしたっけ ?21 です。かわいそう。誰と同じ誰と。藤井聡太四段。もう8段。8巻だから。8巻聡太。はい、藤井聡太さんと。藤井聡太と同い年だ。21歳。ね、素晴らしかった。面白い。前回来た時、なっちゃんが休んでた。そうなんですよ。はい。いや、嬉しいです。可愛いです。親友だからね、もう会う。親友っていうのも恐れ多いですけど。あ、でもな、喋ることはないですけど。なんでですか？優しくしてくださいよ。まあ、M1 一緒に見たの。いや、そうですよ。前回と同じじゃないですか、喋ってました。筋肉で見ちゃうの、M1 もマッチョは。いや、そうですね。やっぱ、突っ込んだ時の腕の張りの感じとか、気になって、今回の M1 で。さやかさんとか、意外と良かったんで優勝かなと思ったんですけど、筋肉が。いや、それじゃやっぱダメなんだな。2本目のネタ筋肉で見せたのお前だけだよ。見せたね。はい、ということでお時間でございます。駆け落ちの3人、じゃあ暫定ボックスでお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、面白いですね。筋肉が続きます。やっぱ、青木マッチョのデカさはやっぱ、すごいね、改めて。マチョワンで見て、改めてすごいですね。すごいよ。いや、さあ、ということで、まあ、一応、分かってはいますけども。そうですね。相中引くんですね、ダメ。カタ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 、一本しか一本って書いてないダンベルを引いてください。え、これどうやって出したんですか？手全然入らないですけど。ちょっと斜めにして、押してくるかな。うん。いやだ、こんなに時間取りたくないんだけど。そうなんですよ。もう誰か決まってるんだよ、こんな時間取りたくない。あ、取れた。ね、これは、鬼かな、鬼ってんだ、鬼プリンですって知ってるだろ、大石先生に。それでは行きましょう。準備よろしいですか?3組目です。鬼プリンです、どうぞ。宇宙よりでかい体だ。よ。隕石より硬い筋肉。よ。俺の名前は。よ。大石。よいしょ。わら。ピッピー。おいしょー。
あのさ、おいしって美容やってる？でもそれなりにやってるな。じゃあ化粧水は？あ、やってるな。美容液は？あ、やってない。乳液は？あ、やってないな。へえ、男として終わってんね。おいき様、貴様のような軟弱者は今すぐ自宅に戻り、エグザイルライブ DVD ツアー2012タワーオブミッション見てから男を語れ。なんでエグザイル？なんでエグザイルなんだよお前。お前エグザイル筋骨隆々でめちゃくちゃすげえだろ。いやいやいや、もうエグザイルはもう古いから。今時の男子はな、朝日光を浴びて肌を活性化させる。でできるだけ汗はかかない。夜になったら白湯を飲んで胃腸を休ませる。これが今時の日本男児なんだよ。おい軟弱者、真の日本男児とは朝起きてプロテインを飲み、紫外線を浴び、筋トレをして大量に汗をかき、夜は浴びるほどレモンサワーを飲む。これが真の日本男児だろうが。うるさいんだよお前、ムキムキなんて今時流行んねんだよ。あ、やばいやばい。お前みたいなやつがいるからエグザイルが地上波から姿を消したんだ。おいお前たち、いいか、よく聞け。今この国ではかつて男性の象徴だったエグザイルが完全に地上波から姿を消してる。やめねえわ、ちゃんとテレビにいるから。そして今エグザイルですら筋トレすることをやめ、肌も白くなってきてる。歯の黒いよ、ちゃんと美容やってるよ。お前肌の白いエグザイルなんてな、ちょっと汗かく量の多いメンズ地下アイドルなんだよ。地下アイドルもめちゃめちゃ汗かいてるわ。俺だけはエグザイルを地上波から消した美容男子を絶対に許さない。そんな扱いすんなよ。打倒美容男子、打倒美容男子、打倒美容男子。これマイクじゃないって。変なお前。もうこんな話オイシにしないよ。だからそういうお前、オイシが本物のエグザイルだよ。俺がエグザイルだ。もういいよ、どうもありがとうございます。お座りください。いやー、これがエグザイルだ。すごいね。最後は鬼プリン。すごいよ。はい。これはね、まあ大石先生は、はい。いや脱いだの初めて見ましたけども、すごいですね。またとうとう、はい。綺麗なね、やっぱ体ね。もういいんですよ。そうですね。もうベストボディジャパン静岡大会って大会で、あの400点満点中400点で優勝して、はい。完全優勝。満点出したの？そうですね。その年の火の打ちどころない体。すごいね。鼻につくな、自分で。はい。すごいな。身長もね。身長そうですよ。189センチ。189あって、相方が、ちっちゃい。僕は、山田涼介君と同じ身長の165センチ。一緒の身長。一緒の身長。そう。エグザイルとジャニーズを巻き込むな。本当にでもエグザイルとかに入ろうと思わなかった？それだけ。そうですね。でもやっぱ、お笑いが好きだったんで、はい。お笑いが好きだったんで。そうですね。はい。すごいよね。大石先生、これまたね。いつからコンビ組んでやってるの？僕ら結成してもう3年ぐらいですかね。はい。3年ぐらい。はい。はい。まあ、初めは、こういう、普通の正統派やりたかったの？そうですね。ここまでムキムキじゃなかったんですよ。あ、そうなの？そうですね。もともと、このぐらいまで髪があって、割と細かったんですけど、はい。はい。そうなんだ。えっとなんか、その、陰のオーラ放ってたんですけど、はい。なんか一回コンビ解散した時に、ちょっとガラッと雰囲気変えようと思って、はい。そっからこうなりましたね。はい。これ見る目で大きくなって筋肉が。そう、あ、それは怖いね、じゃあね、相方は。めっちゃ怖くなってきました。どんどん大きくなるんで。だってさ、身長差あんのに。はい。そうですね。筋肉が怖いですね。はい。なんかそれ、今日、ラジオで伝わんないけどさ、なんなんその落とすポーズ。首にさ、指2本当てて、もういつでも殺せるって。こんなやつ2本でいいよっていう。お前なんて2本だぞっていう。ラジオで伝わんないからね。え？めちゃくちゃ面白いけど。そうだね。ラジオで伝わんない。あのやっぱりビッグスモールの一番やばい時だ。こんな時あった。いや、暗黒面のビッグスモール出てる感じ。子供が泣き出すやつね。子供が泣き出すやつ。というさあ鬼プリンのお二人を終えて、じゃあスタジオに、はい、今日出場者皆さん入ってきていただきましょう。さあ3組皆さん入っていただいて、さあそれではこれでですね、結果発表に参りたいと思います。私土屋、なっちゃん、そして花輪さんの順番で発表をしていきます。発表は CM の後でじゃなくていいの？そうそう、CM 入らない、ややこしくなるんで。はい、それでは発表します。ファイナルジャッジ、土屋、猫じゃらし、安藤、
駆け落ち。おお。鼻は猫じゃらし。おお。ということで2023年マチョワングランプリ優勝は猫じゃらし。事務所の力です。事務所の力ないですって言ったら嘘でしょうね。ヒギネクに忖度なしですか。マジっすか。ありがとう。吉本じゃなかったけど、ビクターの力で、はい、ありがとう。そんなことはないですよ本当にね。さあということでね、駆け落ち残念でした。マジ悔しいです。筋トレしてんのに何腕っぽいのに。ラジオに伝わらなかった。じゃあなんでやったの。じゃあなんでマチョワンやんだ。あなたたちもなんでだよ。おかしい。よく言ったゼロ票じゃねえか俺は。いい加減にしろよ。こここそ忖度だろう。ここ毎日ツイッター見るぞマジで。あとね僕言っちゃう、めっちゃ話聞いてください。こいつこんな顔してなんか筋トレやってますみたいな感じですけど、こいつゴールドジム強制大会になってんすよ。何やってんの。筋トレ界の風上にも置けないですよこれ。いい加減にしろよ。あの会費が払えなくて。なめんだよこいつ。そんな筋肉こいつ会費はなかったんだ。会費なくてちょっと筋肉削ってでも会払えよお前。本当だよ。これは言う通りや。筋肉売ってでもね。そうですよ。ちょっとおにぷりに変えていいですか。すいません。よっしゃこれよっしゃ。いついけねえ。いついけねえ。いつか一票取り消し。一票取り消しぐらい。強制そうだね。マチュアンズラムのマイナス情報ですね。そうですね。ちょっと前そうということはおにぷりが1位。1位。猫じゃらし1位。はい。猫じゃらしで。関係ある。変わってる。夏さ。ラジオショーのゲストでしょ。憧れだからね。結構エグい。そっちの方が嬉しいかもしれないけど。マチョワングランプリでトップバッターで優勝したのって初めてじゃない。初めてですか。すごい。すごい。快挙が。なかなか。ほんまや。不利だと言われている。トップバッターで優勝しました。ということで、マチョワングランプリでした。優勝は猫じゃらし。ありがとうございました。上柳雅彦です。日本放送上柳雅彦朝ぼら家初めての番組本が発売されました。タイトルは居場所はここにある。リスナーのあなたのそれぞれの朝、日々の放送で生まれた物語、番組の誕生秘話やご好評いただいているコーナー明けの語り人の特別編、私の闘病生活や母との別れについても語らせていただきました。心を込めた一冊となっています。ラジオの番組を一つの居場所として集う人々の物語、番組本居場所はここにある。お買い求めは朝ぼら家の番組ホームページのバナーからぜひどうぞ。車買取のハッピーカーズが選ばれている理由、それはおしているから。徹底的ににこだわりだから安心。車を売るならハッピーカーズ。フランチャイズ加盟店も募集中。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか。はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか。まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか。はい、また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、
機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。杉谷健士です。僕が監督になって優勝したら、ビールかけではなく、この炭酸水をかけます。やっぱり美味しすぎや！積み立てホップの爽やかな香りと炭酸の刺激が気持ちいい！北海道フラノホップ炭酸水、ポッカサッポロから。The Radio Show。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。大手中古車店経由から、元日から開催の初売りセールのお知らせです。昭和47年創業、中古車の老舗経由は鑑定済みの高品質中古車を中心に充実の品揃えです。全国にあるたくさんの車から自由に納得の1台が選べます。元日から経由全店舗で初売りセールを開催するので、正月休みに家族みんなで納得の車に出会います。経由では品質に自信があるので、新車保証並みの延長保証が選べ、買ってから壊れたらどうしようという不安を解決できます。また買った後も車検、点検、修理など自社工場で対応できます。つまり買う時も安心、買ってからも安心なのです。品質が気になる、充実した保証が欲しい、第三者の鑑定結果が見たい、安いだけで売りっぱなしの中古車や名ばかりの保証に不安がある、そもそも選び方がわからないという方は、元旦から休まず開催、中古車の経由の初売りセールにお越しください。経由からのお知らせ、横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、はい、マッチョはお好きですか？マッチョは割と好きですけど、うん、ね、今日すごかったです。今なんかね、スタジオのなんか気温が3度ぐらい上がって盛り上がってましたね。ね、ちょっと一瞬 M1 かと思っちゃいました。マッチョグランプリ。ありがとうございました。ありがとうございました。横浜、五木ひろしコンサート2024、来年1月30日火曜日午後2時から、サンシティ越谷市民ホール、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553-IS まで。時刻は1時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。沖縄県にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国土交通省は沖縄県に代わって工事の設計変更を承認する代執行を明日午前9時半から正午頃に行うと発表しました。国土交通省内で承認書を作成し、防衛省の職員に交付します。一方でアメリカ空軍の輸送機オスプレイが墜落した鹿児島県屋久島沖の現場海域に入っているアメリカ軍のサルベージ船の甲板に今朝ブルーシートで覆われた物体が確認されました。海中から機体の一部を引き上げたものとみられます。アメリカ軍はオスプレイのすべての機種について飛行を一時停止する異例の措置を取っていて、引き上げた機体を詳しく分析して事故の原因究明を進める方針です。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は今日、池田義孝衆議院議員の東京永田町にある議員会館事務所などを家宅捜索しました。特捜部は政治資金規正法違反の疑いで捜査していて、池田議員側は時効がかからない2018年以降の5年間で4000万円を超えるキックバックを裏金にしていたとみられます。
一連の問題でキックバックを受けていたとみられる議員側への捜査は初めてです。東京杉並区で昨日歩道にいた女性と女の子が自動車整備工場からバックで出てきた乗用車にはねられ死亡した事故で2人の身元が明らかとなりました。2人は近くに住むイラストレーターの杉本千尋さん43歳と娘で小学生の凪さん6歳でした。この事故で自動車運転処罰法違反の過失傷害の疑いで現行犯逮捕された自称自動車整備士の漆原浩太容疑者50歳は整備中の車を試運転していたと話しているということです。警視庁では引き続き事故が起きた詳しい原因を調べています。おしまいに、全国高校ラグビー大会が今日大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕しました。出場する51のチームが高校ラグビーの聖地に集い、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため取りやめていた開会式が4大会ぶりに開かれました。今日は1回戦の9試合が行われ、決勝は来月7日に行われます。この時間のニュースは以上です。後藤さんでした。ありがとうございました。熊谷美穂です。来年の日本放送アナウンサーカレンダーは三省堂書店、有林堂、法輪堂書店の一部店舗と書店グランデ、書店ブックタワーで好評発売中です。数量限定です。お近くの書店でお早めにお買い求めください。ミートカーソルはヒロメさん、猫じゃらしさん、マッチョワングランプリ、おめでとうございます。来年から仕事も増えて収入がパンプアップできるよう応援しています、というね、すごい、すごい、ね、第1回なのかな、マッチョワングランプリ、ラジオネーム古田貫さん、ラジオでマッチョワングランプリと言われてもな、と思って聞いてましたが、皆さんの筋肉ネタの厚さから見えてないのに、胸筋の厚さが伝わってきました。筋肉万歳ということで、よかった。そっか、だから会場のあれとやっぱりまたリスナーの感じ方は違うから、そうだね、そうですね、また動画で ね見てもらってどんな感じかっていう、熱いでしたね、熱かったっすね、めっちゃ面白かったね、みんなとこで、でもどうでしょう、やっぱりこうね、こう炎上するかもしれない、審査員っていうことで、またなんで猫ちゃん入れなかったんだとか、あ、そうですね、その恐怖はやっぱありましたよね、ありました。僕もやっぱクリスタルジム通ってんのに、唯一ジム関係ないあの猫じゃらしに入れましたから、ここは、ね、クリスタルジム完全に忖度で入れましたから、ね、忖度で仲いいから、仲いいから駆け落ちに入れたからねでもゴールドチームのね、強制大会してるっていうのはちょっと、あれは裏切られたよね、逆にね、違うなって思って、はい、違う、はい、ロシアンブルコさんです、はい、2分20秒の使い方が抜群だった猫じゃらしの優勝には納得です。よく測ってたね、トップバッターでの優勝には鳥肌が立ちました。ゴールドジム強制大会の駆け落ち、ラジオらしからぬネタに、お前らここに出てくるやつじゃないよと思いました。男子賞鉄アンドトモ、男子賞ってやつや、ね、いつもトモさんがね、この時期に会うからね、なんか思い出すんですけどねまだまだメール待ちしております。いやー、日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。午前おいしいコーナー、おいしいよな、シェイキひとふり最高な、うま辛コーナー、乳酸菌入り乳タイプなキッチンキャンプ、個性おいしいコーナー、キムチパウダーシェイキ、ひとふり最高な、うま辛コーナー、チェイキロー。個性初詣は厄除け交通安全の高畑不動尊へ。気になり始めた三段バラなのに、気づけばカゴには豚バラ肉と半額のバラ寿司、無心で手に取ったスイーツはもちろん別バラ、ああ決意と行動がいつもバラバラだから、せめて乾杯はスタバラで。
アルコールゼロ、カロリーゼロ、糖類ゼロ、心と体にご自愛のんある、アサヒスタイルバランス。ザ・ラジオショー、2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花輪信之です。メイプル超合金の安藤夏です。さあここでお天気をお伝えしましょう。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 11.5 度、湿度 45%。 東京地方今日の天気は晴れのち曇り。関東は昼過ぎにかけて晴れ、夕方以降は雲が広がりますが天気の崩れはないでしょう。最高気温は昨日と同じくらいで13度前後まで上がり、日差しが暖かく感じられるでしょう。マッチョ見てたら体温上がりましたね、うん、長袖は0度下回ってからです。以上、2時の天気をお伝えしました。はい、そんなことないだろ。0度下回ってからですね。まあ、霜降りてからですね。そんなことないだろ。0度下回ってからですね。まあ、霜降りてからですね。はい、大体。やかましいよね、それ。それ見てるしね。はい、みまみわさんという山口県の方ですね。頑張っている一家の主が、自分の車でしか競馬を見れない。うん、M1 を家で見れない、うん、こんな悲しい話あるのかと思いましたが、あるんですよ、夏さんという女神のおかげで、孤独を逃れることができたのです。本当にありがたいですね。テキーラでは足りない恩恵を受けているので、来年もこの恩を返していってください、うん、はい、言われました、はい、もうなっちゃんにはもう本当に、はい、返していきます。テキーラでもう本当はいいんでしょ、テキーラもらった。いや、海賊じゃないんですって本当に。テキーラがあればもう上機嫌ですからって言ってたよ、ね、いや上機嫌ですか、ゆうたろう何言ってんだ。いや好きですけど、うん、好きですけど、ね、ありがとうございます。ごちそうさまです、うん、女神ですから。あの有馬記念のドーデュース、うん、完璧だったじゃないですか。単勝、これ本当すごいことですよ、ね、これだ。俺も実は武豊さんに来たんだもんね。でそこで武さんが、うん、これすごいんだけど、うん、その有馬記念を振り返る番組だったのね、うん、武さんが勝った北山ブラックとか、うん、のディープインパクト、うん、この有馬記念すごかったですねって言ったら、武さんが、うん、どっちもクリスマスイブでしたねって言ったのよ。こっちを見て、その有馬記念が、うん、そのほら年によって 何日になるか分かんない、日曜日にやるから、ね、どっちもクリスマスイブでしたねって武さんが言ったのよ、うん、したらこっちはさ、うん、え、今年も有馬イブですよねっつって、うん、あっていうメッセージかって思うじゃない、うん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 、あんま言えないからね、そう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 、武さん勝つってことなんですか、うんうんうん、って言ったら、うんうんうん、いや競馬ってそんなんじゃ決まらないですよって言って、うん、俺と斉藤がズコーってやったの、うん、したら勝ったのよ。めちゃくちゃかっこよくない？武豊さん、クリスマスイブに強いんだ、結局クリスマスイブで勝つんだよ。分かってたんじゃないっていうぐらい、それぐらい自信あったんじゃない。でもそれをこう、うん、ね、うん、って言っておいて勝つっていう、めちゃくちゃかっこいい。もうそれに振り回されて全然俺買わなかった、どうだってそんな大ヒントもらってんのに、そういうのじゃないんだよね、やっぱ響きなんだよね、ドージュース。結局響きなんですよ、これに勝てない、これに勝てないんだから、そうなんだ、ドージュース、イクイノックス、イクイノックス、これでタイトルホルダー、これで全部勝っちゃうんだから、うん、それロボットみたいになってる。それで大体勝ってます、そうだよね、すごかったね。でも、あ、もう一枚いいですか、全部当たった。メンタル強めさん、しれっと乱入する伊達さん、しかも今おそらく収録してきた内容を少し話してしまおうと喋りすぎです、ぜひなっちゃんちでタコパして YouTube 配信とかしてほしいです、うん、そうですね、さっき話した話をしたって感じだったもんね、うん、なんか時系列が間違えちゃったのかな、間違えちゃったって言ってたし、ね、さっき生放送を話したみたいな思っちゃったのかもしれない、ね、なんかゴルフ番組やるんだっていうのもね、分かんない、うん、そうだよね、そっちは別にいいんですけどね、先にね言ってくれましたね、ここでね、ホクホクしちゃってね、はい、さあということで、はい、CM の後はいよいよ2時台のゲストスピードワゴンさん登場。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。竹内教えのティータイムズ。
毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ最大3600万円の給付金制度。前から気になってたは今日で終わりにしませんか。まずは対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。二時代最初はザ・ゲストショーということで、本日のゲスト、スピードワゴンのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。おい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 、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。マクドナルドの CM やってるんで、あんまりそれをマクドナルドなんで本当にダメなやつ。大丈夫です。びっくりした。大丈夫です。作家さんがさ、すごい顔してマジな顔した。悪い作家なんで、それ。いいやつだなぁ。本気の感じの空気を出すんですよ。ハンバーガーが美味しいって話ですから。もちろんそうだよ。マクドナルドのハンバーガー美味しいよ。ちょっと今日そうでなくても喋れないこといっぱいあるんだから。あれですか、マジバーグ。マジバーグですよ、マジバーグ。ということで、それでは M1 グランプリ振り返ってきて。早いですか。早いけど、なんか助かる。助かるも変だけど。だってさ、俺もさ、来たらさ、いっぱいいるだろうなと思ってさ。1階のね、入り口のところなんかね。俺、角曲がったところまで、サングラスかけてたの。やばい、これ見栄え悪いわと思って慌てて撮ったのよ。誰もいないでしょ。なんでがっかりしてんすか。もし撮られた時に相方の糸田がサングラスで威嚇してきたみたいな、嫌だから威嚇したやん。ないと思うっていうのもあれだけど、俺もコロナ禍以降久しぶりに今日マスクしてるからね。こんなこと言ってる場合じゃないのよ。なんかさっき控え室でなんか、俺おじいちゃんかなと思ってたの。座ってる俺見てる。なんかなんですかね、赤ずきんちゃん出てくるおばあちゃんで。赤ずきんちゃん出てくるおばあちゃんで。そうなんだよ。小沢さんさ、おばあちゃんになってた。おばあちゃんみたいな感じで。なんか、でも、ここ最近の話じゃなくて、数年前からだね、これ。あ、そうですか。そう。で、小沢さん3年ぐらい前から髪の毛を金髪にしたんだよ。あ、そうですね。そも4、5年か。4、5年か。で、アッシュにしてんの。で、一番最近髪の色を変えた時に、薄い紫だったのよ。あ、いよいよおばあちゃん始まったなと思った。おばあちゃんの色ですよね。おばあちゃんの色。薄い紫といえばね。美容師さんに、下田景樹さんみたいな。じゃあ、そんな場合じゃないのよ。一応楽屋で自分で言ったけど Kindle 読んでましたけど、なんか全然目が合ってなかったですよ。文字すごい大きくなってたでしょ。文字すごい大きくなってた。老眼がぴったり合ってたんだけど、ここ数日急に合わなくなったんですよ。ちょっとね、心配ですから。この前なっちゃんとツーリングは糸田さんバイク仲間で。そう。ね、うちの。ツーリングは糸田さんバイク仲間で。そう。ね、うちのハンバーグ師匠の YouTube チャンネルで一緒に行きまして、なんつうの、これはね、前段があって、実は2年ぐらい前に、なっちゃんとツーリング行こうっていう企画があったのよ。そしたら、8時集合だったんだけど、現場に。朝7時に、なっちゃんが泣きながら、すいません。なんでなんで？エンジンがかかりません。え？泣いちゃったの？え？もう本当に。悔しい泣きなのか、何泣きなのかわかんないけど。うんともすんとも言わなくて、何しても
かかんなくて、あ、もうこれ上がってるわと思って。バッテリーがもう上がっちゃってて、ハーレーってそもそも上がりやすいじゃん。あ、そうなんだ。うん。で、そもそも止めておくときは、もう、電気の、なんつうのか、うん、充電をしたまま、止めとかないと、ちょっと心配なのよ。へ、う、ぇ、ん、3月ぐらいでも。つながったんだよね。やってなくて、うんうんうん、で、もう朝なんで、バイク屋さんもやってないし、うん、これはもうどうしようって1時間ぐらい、路頭に迷って、泣いちゃったんです。辛くて。これからなのにっていう、楽しいロケなのにと思って。でも段取りを全部組んであるから、うん、でもとにかくじゃあ着なよって言って。はい、そしたら一応ね、革のつなぎは着てたよ。ライダー革のつなぎ着て、ヘルメットを小脇に抱えて歩いてたでしょ。バイクないのに。そう、はい。ツーリングロケだったはずなんだけど、うん、俺はバイク、なっちゃんはロケ車。それでインカム繋いで、ツーリングみたいにトークするっていう。よくやりましたね、この番組も。車に普通に乗って、並走したんだ、本当に申し訳ない。そうなっちゃったらもうどうすることもできないもんね。できないですね。番組でバイク用意してくれるわけじゃないし。自分の番組って、うちの YouTube チャンネルだから。そうか、YouTube チャンネルだから、そっか。で、ロケ車っつっても、ちっちゃい軽だからさ。スタッフさんの車。そう。車の中で、まあ、見栄えだけで、ね、なんかね、はい、一応そっちの方が面白いだろうっていうことで、それのリベンジでやった、はい、このままやってきました。なるほどね。ちゃんと来たよね、今回は。ちゃんと来ましたね。エンジンかかってきましたからね。前のということでね、ハンバーグ師匠の基地、うん、はい、ガレージ、ガレージ、あれめちゃくちゃすごかったですよ。所さんのあれみたいなやつあるんだ、世田谷ベースみたいな。本当に俺はリトル所、リトルヒロミだから。どっちも言ってんだ。うん、憧れすぎて。憧れすぎて。二人の要素を。二人の要素を何とか取り入れようとして。追いかけてるんですね。そう。で、それでガレージをちょっと前に借りたのよ。うん、でそこがなんか、結構いい感じに仕上がってきてるから、本当にうちの YouTube 見てほしい。何があるんですか、ガレージの中、そのバイクと。バイクと、あとまあ DIY 的なやつで、古材でなんかいろいろ貼ったりとか、なんか、いろいろ貼ったりとか、うん、なんか、行きたい、普通に。アメリカン、パーテーションみたいなやつとか置いてあるのよ。へ、想像できないよね。わかんないです。今の説明じゃ。ちょっと、アメリカンパーテーションってなんだろう。アメリカンパーテーション。アメリカの古材を使ったパーテーション。パーテーションはね、あんまりあれだったけど、俺わかんない。古材わかんない。古材。古い材料。あ、古い材料、小さいじゃない、古材。なるほど、なるほど。古材ですか。それを組み合わせて壁を、うん、なんていうか、鉄の壁のところを木に変えたりとか、そういうことやって。独学ですか、自分で。うん、教えてもらいながら。教えてもらって。そうそうそう。タケトにやってもらった。ああ、元 B コース、ね。そうそうそう。タケトは今、DIY 会社作ってるのよ。ええー。そう。で、会社を DIY 会社で副業やって、芸人もやって、みたいな感じ。そうやってるの。そうそうそう。お願いします。それはね、ぜひ。太い声、マイクに乗ってる。ラジオの向こうの人は聞こえてるのかな。ちょっと時を戻していただいて、12月24日、M1 グランプリが。見てたよ。見てました。今見てた。どこでご覧になってました？家で見てたよ。誰か、やっぱりどうでしたか、小沢さんもね、毎年こうね、ね、みんなすごいよね、やられてましたけども、うんうん、みんな面白かったね、本当にすごいなと、予選から見てもずっと見てたでしょ、やっぱ3回戦、うん、3回戦も見たし、3回戦も見てる、3回戦、あ、もう3回戦は YouTube ネットで上がりますよ、ね、オタクなのよ、予選から全部見るから、準々も配信で全部見たし、準決も見たし、初回戦も見たけど、もうめっちゃ昔から真空ジェシカ面白いよとかね、結構言ってくれてたから、うん、そうですよね、すごい詳しいんですけど、やっぱ令和ロマンがね、うん、今回令和ロマンすごいね、すごかったね、令和ロマン数がすごいね、予選で一本もやってないやつやってるもん、ね、あ、そうみたいですね、なんか全部変えたってね、で自分の出番が何番だったらこのネタにするっていろいろシミュレーションしてたみたいな、そうですよね、宇田さん。すごい詳しいんですけど、やっぱ令和ロマンがね、うん、今回。令和ロマンすごいね。すごかったね、令和ロマン。数がすごいね、予選で一本もやってないやつやってるもん、ね。ああ、そうみたいですね。なんか全部変えたってね。で、自分の出番が何番だったらこのネタにするっていろいろシミュレーションしてたみたいな。そこまで？じゃあ、トップバッターだった場合、しゃべくりで、ああやって客に話しかけるようなネタにしたいって決めてたり。うん、え、わかんない。俺も、聞いただけだけど。うん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 、やっぱ引きが強いからね、その方が。トップバッター引いたら、客巻き込んで、うん、だから大会を良くしたいから、
いい空気作れるネタにしようという。すごいですね。で、普通の順番で、最初、何しゃべくりの漫才師の次だったらコントインする漫才にしようとか、いろんなパターン作ってたみたい。やっぱすごいよ。今までないわ、そこまでの。そこまで計算して。嘘じゃない。え嘘じゃないそんなことないでしょかっこつけてんだと思ういやいやだって予選と全く違うネタやってるんだから信じられない本人がよくねその前の演者によってネタを変えるぐらい本数があった方がいいよっていうのはネタ数あった方がいい、ね、教えてもらったことあったから、それを本当にやってるすごいやれたっていう、だって2本ガッチガチでいくのがまあなんつうの、スタンダードな考え方じゃん。そうですね。で、1本目、2本目をどう順番入れ替えるかっていうのは、まあまあできるけども、うん、それを4本、5本用意しといてさ、ほんで、しゃべくりの後だったらコント。1本目の、1組目だったらお客さんに話しかけるっていうやつでしょ、うんうんうん、嘘じゃない。キング、ま、M1 のすごいとこですよね。キングオブコントだったら絶対できないよね。セットもあるしね。そうそうそう。だ漫才の大会の妙だよね。うん、そう。でも、番組によっては事前に台本出してくださいとか、うん、漫才もこのネタやってくれって言われるわけだから、うん、それ M1 はもうその場で何やったっていいっていうのがすごいですよね。そうですね。それができるってね。うん、でも、昔、ちょっと前の話だけど、そのアンタッチャブルさんが出てた頃さ、ボケが丸々最初被った時あったじゃん。うんうんうん、あえっ、ー、とそうハンバーガー屋さんに入るって言ってもいいって書けるっていう同じだったの同じだったのなるほどでも、うん、アンタッチャブルさん敗者復活だったから多分見てなかったのかもしれないそうかそうあ敗者復活先にアンタッチャブルさんがやっちゃってたんだいや二丁拳さんが先やった先に本戦が2003だと思うんだよな二丁拳さんが出てんだろアンタッチャブルが敗者復活だったで移動最中に二丁拳さんがやったみたいなだった敗者復活最後でしたねあの時なんか変な空気になったんじゃないですかでもアンタッチャブルもう関係なかった関係なかったんだ、うん、もうマンパワーでまあ知らないっていうのもあるだろうけどまあそうですねそういうことがあるってことですよねそう確かにねか事前提出をネタしなきゃいけないっていうのもまあ確かにそうだなとは思うけど、うんうんうん、スタッフさんが配慮してくれるかもしれないけど、なるほどね。こっちで組みたいじゃん、ネタは。うんうんうん、確かにね。確かに今は順番もね、分かんない。いらっしゃいました。まあ、真空ジェシカもともと好きだし。すごい好きですよ。っていうか、モグライダーが順番かわいそうだったかもね。ああ、ね、最後にね。歌ネタっていうワードが出ちゃった後に歌ネタやるのかわいそうだなと思って、ね。ああ、なるほど。ああ、そっか。そこも無意識にね。ダンケル部長が上がった後ですからね。ああ、そういうことね。だからなんかみんないろいろなこと考えてるんだなとは思ってね。獅子頭もほら、敗者復活歌ネタだったじゃん。面白かったですよね。だけどなんかで、またそれも聞いたんだけど、はい、その敗者復活の歌ネタやらなかったのは、うんうん、ダンビラムーチはモグライダーが歌ネタやると思ってたから、とかなんか聞いたよ。そうなんだから。だから優しいんだよな、みんな。それで譲ったってこと、譲ったっていうか、わかんないけど。まあ、被る、まあ、比べられるから。うん、比べられるっていうか、うん、後に敗者復活できてやるのはと思ったんじゃない優しい。じゃあ、あの敗者復活のあのネタ以外にも歌ネタがあったってこと違う違う違う。あのネタ以外にも歌ネタがあったってこと違う、あのネタをやろうとしたのかな、こんちゃんで、うん、ハゲネタですよね基本は、ね、基本はハゲネタいろいろある中で、まあ、リセットされたりもするからね、うん、なんか見てない審査員の人もいるだろうしね、そうか、すごい素敵な話がいっぱいあるね、そうですね、うん、もう敗者復活俺さ夜中の12時から見出したの、帰ってきて、はい、リアルタイムで見てなくて、はい、夜中の12時からんどこ行ってたんですかクリスマスイブ夜中の12時寿司食いってた寿司食いってたの寿司食いってたしょうがない、まあ、あの自由ですけど寿司食って寿司食いチキンじゃなくて寿司チキンじゃなくてハンバーグでもなくチキンでもハンバーグでもなくて帰ってきてね、はい、あの見ようと思ったんだけどちょっと横になったら寝ちゃって見てないのじゃあ。だから12時からやって。見てないのじゃあ。だから12時から夜中の。うんうんうん。夜中の12時から見出して、敗者復活から、うん、一切情報入れてない。うん。俺寿司屋に携帯持って行ってなかったから。そっかそっか。そう。で、情報入れるのもうできて。うん、知らないで見る。知らないで、うん。12時から3時ぐらいまで敗者復活かかるじゃん。うん。もうその時点でもう泣いちゃってさ。へ、この後決勝があんのと思った。うん。すごくない？すごい。ほんでそっから見出したのよ、うん、
ちょっとうとうとしちゃったみたいな。まだなんでし。で、見てる途中にもう買い物ラボに変えちゃったみたいなことです。変えるか。変えるか。おかしいだろ。復活も見たの。敗者復活は僕、テレ朝に向かってる途中だったんで、車で。終わった後見たの？だから、B ブロックの途中ぐらいから見ましたけど。でも、後で YouTube で全部。そうそう、全部見ましたけど。そうそう。すごいよな、みんな。決勝のさ、もう厚みもすごかったよ。やっぱり、ライブやられてるじゃないですか。やっぱり、ライブやられてるじゃないですか。うん、スピードワゴンさんは。はいはい。あれになんか、ヤーレンズなんかは。ヤーレンズも出てるし、レバロマンも出てるし、真空ジェシカも、モグライダーも。だから、東京の吉本以外の子はほぼ出てるんじゃない？でもレバロマン吉本か。そうそう、東京吉本もね。だからヤーレンズなんかは、だいたいね、昔からこう、東京のね、うん、ライブにも出てたんじゃないですか。すごいよね。ヤーレンズ行くかなと思ったけどね。最終決戦ね、ヤーレンズも良かったね、すごい受けてましたからね、現場にいる方がさやっぱ分かるでしょ、テレビと違うでしょ、それがよく分かんないんですよね、そっかテレビで見てないから、うん、そうなんですよね、比べようがない、比べようがないんですよね、はい、そうなんですよ、なんかあとそうですね、テレビでもう一回見ればいいんですけどね。でもなんか言ってましたよね、そのなんかテレビで見て、なんかそんなにっていうでしょうね。印象があるね、やっぱり。まあ熱が伝わりきらないよね。うん、そうですね。そのやっぱモニター通すと。うんうんうん、あとなんかそうです、うん、この間言ってたのは、その、まあ、前説が熊田正史さんとかがもうめちゃくちゃ盛り上げるから、うんうんうん、そのテレビで見るより、そのトップバッターめちゃくちゃ温まってるんで、うんうんうん、それもあるらしいですね、やっぱね、会場も。むずいなぁ、つってやってんの。いや、ちょっと、笑っちゃうから、なんか。クーマーダーマサシーノ。クーマーダーマサシーノ。みんな見た後やってるからね。そうだよね。そう最初にあんな荒れた芸やった後に、すごい、宣伝された漫才が出てくる。めちゃくちゃ受けるさ。トイレとかもね、意外に、あるかもね。お客さんトイレ休憩がないからね。あ、どうしても行けないっていう人は、もちろんスタッフさんに言ってくださいって言って、まあまあね、何か CM 中にバーッと走っていく人もいるけど、なんか、早坂営業でも僕らが最後出てくるときに、もうおしっこ我慢した子供が全然笑わない時とか ありますよね。ありますよね。あるあるある。早坂営業の時は俺らも結構席立たれるね。そうですよね。早坂営業の時は俺らも結構席立たれるね。そうですよね。最後までね、やることも多いから。だから2時間ぐらい超えると集中力ちょっとなくなってくるのかもしんない。そうですよね。だから撮りも結構難しいですよね。でも CM がいっぱい増えたから、トイレに行く、あのタイミングももちろん増えてるし、お客さんも増えてる、あとお客さんのボタンとかもないから、うん、別にそれはもういいんだろうけど、ね、そうそう、そういうのもあるのかもしれないですけどね、うん、いやでもすごいよね、毎年だって8000組でしょ今年は、はい、どんどん増えるじゃん、どんどん増えます、1万いっちゃうんじゃん、去年7000で1000組増えたって言ってて、うん、なんどうやって1000組増えてるのかなって思いますよね、一般の方とか、はい、大学生とか高校生の人が増えたのかもね、はい、ああそうですね、あとユニットとかも結構増えましたね、ああユニットもね、はい、だってでも決勝行ってる子たちの番号で一番多いの3900とかそんなんだと思う、うん、だから4歳以降は結局そのアマチュアの方が多いのかなと思ったけどね、まあ1回戦からっていうね、号で一番多いの3900とかそんなんだと思う、だから4歳以降は結局そのアマチュアの方が多いのかなと思ったけどね、まあ1回戦からっていうね、そうそう、これからやっぱお笑い目指そうっていう人ってなんかコントとか、うん、ピンとかよりも漫才師とか増えてるんですかね、やろうっていう人が、どうなんだろうね、うん、まあ M1 っていうのがあるからね、そうですよね、それはだからまあ芸人が増えてる、俺なんか漫才協会で、うん、去年か今年の頭入ったの、うん、芸人さんでね、うん、芸人さんっていうか、うん、63歳のね、うん、人いるんですよ、うん、カンディ中野さんって知ってます、うん、カンディ中野さん、ラママのネタ見せ来てるよ、えカンディ中野さん、メガネかけておじいさん、そう、はい、あの人なんか教授みたいな格好、あのラママのネタ見せ来てるんですか、名古屋の吉本で同期だ、そんな本当、スピードワゴンさんと、えカンディ中島さん、カンディ中野さん、中野さん、知らないね、あ知らない、いくつ、名古屋時代63歳とか、63で俺らと同期なわけ、遅く入ったんじゃないですか、俺らが入ったの20とか21だもんね、そう、うん、俺は21かな、一回り以上上ですよね、カンディさんから来てたな、そういえばあのスピードワゴンさんとマジで、うん、同期なんですよ、いやでも本当にもし同期だったとしたら、うんうん、失礼だけど知らないよね、まあそのね養成所の中で一回り上だったら、この前
あ、大先輩だ。NSC 名古屋の大先輩にあたる小沢さんにお会いしたときに、うん、漫才協会芸人アメトークのあれがカットされなきゃいいなって励ましの声いただきましたって。漫才協会芸人の時に、その人の話題が一回出たもんね。あ、そっか、中野さんが来てるんだ。そう、ラママのネタ見せに来てたから。うん、え、後輩なの？ってことですね。だから もっと遅く入ったってことですね、うん、NSC にね。だから、名古屋吉本入った後になんか漫才協会に最終的にたどり着いた芸人なんじゃないですか、カンディ中野さん。カンディ中野さんは後輩なの、うん、俺らの。はい。人生の先輩だよ。人生の先輩は忘れない。ちょっと、ね、一番今世間の人聞きたいカンディ中野さんの話を聞きたくない、誰も。一番興味ないと思いますけど。このメンツが揃ってんのさ、カンディ中野の話じゃない。聞きたいんだよ。ムーディーな曲かかり出してさ。カンディ中野の LINE が来てて助かってるわ、じゃありがとうな、カンディ。カンディさんに救われました。カンディさんに。存じませんけど。ちょっと、存じませんけどね。後輩らしいです。だからあのリーダーが昨日来て、うん、あの一緒にねやってるラママもね、うん、一緒にやってるって言ってたからね。そうね、うん、でまたホリプロコムのね、笑いスクールも、ね、ああそうなんだ、始まるって言ってたから、ね、うんうん、渡辺リーダーが名誉校長だっていうふうに言ってましたけどね。ラママもそうだよね、小沢さんとリーダーでそうそうねやってんの、今やってんすもんね、すごいよ小沢さんだから、ね、ラママ出てる、ラママ出てるって言われました、はいはい、リーダーから昨日も言われて、はい、あの静岡でロケ入ってました、えラママって昨日はラママって一緒に1月のやつを出てって言われたんで、昨日言われた、はい、それはちょっとダメだったんですけど、ラママ出ます、そんな先は出れます、あとあの、はい、呼んでくださいまた東京センターマイク、うん、はい、本当出てほしいです、本当に出てほしい、静岡でロケなんだろうセンターマイク、断るときは毎回静岡のロケで断って約束だよ、私も北のあの中華で打ち上げしたいいや今は違うのよ、今違う、今場所新宿でやってるんだよ、なるべきでやってんのよ、あそこのケープロの、うん、でも小沢さんはなる劇が好きすぎて、うん、昔劇場が渋谷に移った後も下北の焼肉屋まで移動してたからね、あそこ下北焼肉、うん、タクシー下北まで行くのかよと思って、そうね、来てくれたね、いやということで、はい、じゃあお二人から何かお知らせありますか。お知らせははい、ハンバーグ師匠の元ライフっていう本が出てるんですよ、本、はい、バイク雑誌、私のバイクの写真と、ハンバーグ師匠が乗ってるあのソープランドピンクのバイク書いたんですかそれ語り下ろし最初は語り下ろし書いてよって言われたけど書けないよ、もうネタも書いたことないのにですから、じゃあ喋ってくださいって話でその本見て奥さんなんて言ったんだっけ、えその本見て奥さんなんて言ったんだっけ、なんつったなんつったの、この本誰が買うの奥さんが何て言ったんだけどやめてくださいよ、なんで覚えてないですか結構何人かの人にそれ言われたということで本日のゲストスピードワゴンのお二人でした、ありがとうございました。日本放送The Radio Show。ベリーベスト法律事務所より、国は現在集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した方に最大3600万円の給付を行っています。給付のご確認は0120-70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。診断されたのずいぶん。ベリーベスト法律事務所より、国は現在集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した方に最大3600万円の給付を行っています。給付のご確認は0120-70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。診断されたのずいぶん前なんだけど相談できますか。大丈夫ですよ。和田さんお願いします。はい、お伝えします。圏央道が事故のため通行止めになっています。圏央道は五海インターと堺古賀インターの間が事故のため両方向とも通行止めになっています。高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に枝バス停まで19キロの渋滞です。
東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで12キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きが大井ジャンクションに故障車が止まっているため新木場まで9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの和田でした。和田さんありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。赤い2024来年4月12日金曜日午後2時から高崎芸術劇場大劇場チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ナイツ The Radio Show。はい、私の2023年の思い出、うん、という藤岡市のみったんさん、あの夏さんの配当金も希望してますけどね、私の2023年の思い出は、うん、74歳にして人生初の富士山頂に登山したことです。74歳、ね、31歳で登山したかったのですが、うん、コロナ禍で伸び伸びになってしまったのでようやく登山できてよかったです。うん、あ、74歳はもうお元気です。すごい、うん、富士山ね、すごいね。大変でしょう。登山ってなんかこうすごいハマりそうだね。やりがいがすごいらしいね。登山は本当にね。登山はだからまあ黄金伝説のあの歩くっていうのでじゃなくてなんか本当にただ自分が好きでやったら楽しいだろうね、山歩くの。そうだよね、うん、あれはなんかやっぱり絶対違うよ、なんか全然違うよ。黄金伝説のあの秘境飯でしょ、あればっか全然楽しくなかった。あれなんか全然楽しくないもんね。あのあれ地獄だったもん。なんていうのかな、こう気使うんだよね、カメラマンさんとか危ないとか車が通ってるとか。あんなんだったらもうやりたくないけど登山は、うん、普通になんか何誰も見ないで一人で歩くのは全然やってみたいね。登山達成感はね、いいかもしれない。ナッピョンさん ね、はい、ね、昨日月曜のラジオショーオープニングトークで花輪さんのお嬢様が、うん、ヤーレンズの角が生えた女の子と言ってたとおっしゃってましたけどもね、女の子だと勘違いしてんじゃないかと、うんうん、もしかして女の人っぽかったから女の子と言ってたのではなく、うん、あの大家さんもね、女の子だと勘違いしてんじゃないかと、うんうん、もしかして女の人っぽかったから女の子と言ってたのではなく、うん、あの大家さんの名前、このネタの中でね、大家さんの役をやって、うん、その名前が、うん、女の子と言ってたからではないでしょうか。そうかな。そっか。なんかもうそうとしか思えません。絶対そうだね。本当にそうだとしたら、お笑い IQ がとても高い娘さんですね。でもそうかもしんない。そうだよね。そのフレーズのことで言ってたのかな。言ってた、女の子って言ってたね。そうだそうだ。だって、そのなんか、鬼面組みたいな。おばさんって言うもんね。え？普通ね。おばさんって言うもんね。そう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 。そのままだったらね。見たまんまだったら。女の子ですね。うん。女の子っていう名前でやってたよ。その響きを俺を見伝えたかったのか。あの女の子って言ってた。なおさら俺がダメだな。だアンテナが。そうですね。うん。娘さんはそう、そこを言ってたんじゃないかと。そうなんだね。うん、確かにそれあるかも ね、 ね、微妙なとこがね、やっぱり、横で見てるとね、うん、なんか確かにちょっと、横で見てるとね、うん、なんか確かにちょっと、テレビで見てる方がね、うん、すぐこう入ってくることもあるかもしれないね。うん、なんかテレビ画面、富澤さんとかテレビ画面見て、うん、あのイヤホンつけて。でもあのイヤホンもあるし、ちゃんと全部は聞き取れるんだよね。もちろん全部、全部、俺今年はもうずっと、もう一言一句聞き取ろうと思って、うん、やっぱりめちゃくちゃ 見てたけど。今年はっていうのいや、なんかそういう時もあるんだよ。なんか、うわーってなって、わかんない時もあるんだよ。まあ、笑い声上がりすぎると、そうそうそう。中には聞き取れない。テレビの方が絶対多分聞き取りやすい時もあるから。うんうん、まあでもそれもまあ、ライブの、ね、そう、ライブのね、感じで。盛り上がりだもんね。あ、それで女の子だったのか。じゃないかと。いうことを、すごいよく気づきましたね、ナッピョンさんもね。うん、はい、すごいなんかスッキリしたわ。ね、はい、うん、ちょっと思い出のね、はい、メールです。ももプリンさん、うん、私の2023年の思い出は、なんといっても結婚したことです。おめでとうございます。マッチングアプリでも彼に教えてもらいました。うん、へぇー。よかったね。すごい。マッチングアプリ。結婚が。ねえ、よかったですよ。おめでとうございます。最初にね、多いね、マッチングアプリのね。うん、人をね、結構、ね、うん、出会うのはね、へ、嬉しいね、それは、ね、うん、共通のね、趣味があるのはいいことですよね。
さあ、たりき本願さん、うん、私の今年の出来事は草野球をやってる時、うん、バットが顔面に当たり、うん、前歯が2本折れてインプラントを入れることになってしまい、治療費に120万円かかったことです。来年はいい年になるといいですね。バットが当たったの？自分で振ったバットかな。キャッチャー？キャッチャーで。え、防具つけてないですか？防具、なんていうの？絶対つけるでしょ。草野球でも。防具つけてなかったらもうやばいよ。え？どうちょっとシチュエーションわかんないけど。野球でですか？そうだよね。バット。でも前歯って保険効かないんですもんね。だって確かだ。え、どういうこと？なくても、最悪なくてもいいってこと？その前歯。いや、なんか奥歯だと保険効くっていうのは。いや、なんか効かないですか？前歯って保険効かないって。そうなんだ。そうなんだ。よく折れちゃうからみたいなことかな。そうなんですかね。前歯折れたくないね。折れたくない、ね。今思ったけどさ、モグライダーともしげが歯をさ、綺麗にしたよね。綺麗にしたからじゃない？なんか、それでなんか、ちゃんとできちゃったんじゃない？いや、綺麗にした後も、ちゃんとできてない時ありましたけど、はい、全然ありました。はい、違うか。違うか。歯だけのせいじゃないと思います。考察はまだまだね。まだまだ。まだまだ死骸がありますから。死骸がありますよ。なぜともすぎがちゃんとできたのか。永遠の謎。M1 最大の謎ですから、ね。ね、引き続きメールお待ちしております。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。初詣は一言主神社。厄除け、縁結び、商売繁盛。一言主の狼を祭り、ただ一言の願いもおろそかにしない一言主神社。初詣は茨城県常総市一言主神社へ。無料大駐車場も完備。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか？はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸に。ここで一つストレッチいかがですか？はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。鶴光でおま、田中美和子でおま。鶴光の噂のゴールデンリクエストでは最後の最後にリクエストを募集中。年末になって最後の最後に褒められた、最後の最後に怒られた、いろいろありますな。いきます、チン。最後の最後に鶴光の噂のゴールデンリクエストは今日夜6時から。日本放送ラジオリビング。さあ、ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングは、業界シェアナンバーワン TOTO との共同企画、 TOTO 最新型超節水大掃除、進んでいますでしょうか？積もり積もった汚れってなかなか落ちないですよね。中でも気になるのがトイレです。毎日掃除してもきれいにならない、匂いがするなどお悩みの方、リフォームをおすすめします。確かに、トイレリフォームの一般的な目安10年と言われています。ラジオリビングでは便器とタンクの交換に加え、床や壁の張り替えまでたった1日で行います。しかも、そう、今日ご紹介する商品は最新型の超節水モデル。22年前のモデルに比べ、流す水の量をなんと 70% も削減。すごい。削減されるのが 70% ということでね、水の量たったの3割程度になるんです。変わるんだ、ね、例えば4人家族の場合、年間でおよそ14,000円、なんとお風呂221杯分の水道代が節約できます。大きいね。1杯分の水道代が節約できます。大きい ね、 ね。お家の中で水の使用量が多いのがトイレなので、うん、この節約、家計に嬉しいですよ ね、 すね。実際にリフォームをしたスタッフの水道料金もこちらに出てきてるんですけど、あれが明細がある。そうなんですよ。え、
読んでいいですか。1万1374だったのが8261になって、はい、確実にマイナス3000円2ヶ月で。そう、ご家庭によってね、場所によって水道代違うんですけれども、本当に、ね、大きな節水になります。本当だ、すごい。そしてトイレに入った瞬間一番気になるのが床や壁に染みついた流れの汚れや匂い。その原因は床に飛び散ってしまう尿なんです。1日におよそ2300滴と言われているので。数えたの？そう、数えたんですよ。これは ねやっぱりそうなんだよ ね防ごうと思ってもなかなか防げないので、リフォームで張り替えることをお勧めします。1日に何回も9900円でした。それがラジオリビングでは標準工事費税込み24万8000円です、20万円以上お安いお値段。すごい。さらに通常別料金になることも多い解体撤去費廃材処分費全部込みでこの価格なので安心です。床や壁の張り替えは必要ないという方、便器タンクの交換のみも税込み12万9000円から受けたまわります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までお電話ください。ウォシュレットは高機能モデル、人気の壁に取り付けるリモコンタイプです。最上位機種についている TOTO 独自のきれい除菌水も搭載。ウォシュレットのノズル部分を洗浄だけでなく除菌までするので、より清潔に使うことができます。またリフォームすると圧倒的にね、お掃除楽になり、洗浄だけでなく除菌までするので、より清潔に使うことができます。またリフォームすると圧倒的にね、お掃除楽になります、便器の縁は段差のない縁なし形状、便器の縁を握るようにしてね、さっとお掃除できます、陶器の表面は TOTO 独自の技術でツルツルに加工していますのでね、そもそも汚れがつきにくくなっています。無料でお見積もりに伺った後、熟練の職人が段取りよく作業しますので、工事は1日で完了します。工事対応エリアは島嶼部を除く関東1都6県プラス静岡、山梨です。TOTO最新型超節水モデル、トイレのトータルリフォーム、ウォシュレット付きトータルリフォームは標準工事費税込み24万8000円。その他便器タンクの交換のみ、ウォシュレットなしなど各種プランご用意しています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までお電話ください。箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。何かと慌ただしかった一年。大変なこともあった一年。ちょっと嬉しいこともあった一年。いろいろあった一年ですが、年末はゆったりと。お店で愛され続けてきたこのまろやかなアサヒ生ビールで。今年も一年、日本の皆さん、お疲れ様です。アサヒ生ビール、通称マルエフ。飲酒は二十歳になってから。ポッドキャストを通じて吹奏楽を広く知ってもらう番組、東京高専ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。 ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。日本放送ポッドキャストステーションで各週の金曜お昼12時に配信中。吹奏楽の魅力をお楽しみください。12月31日の大晦日で1年の締めくくりといえば、桃色歌合戦、今年ももちろん行います。場所は横浜アリーナ。日本放送では夜9時40分から生中継します。桃色クローバー Z 第7回桃色歌合戦、ラジオで生中継は大晦日夜9時40分から。ぜひ聞いてください。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。日本放送ザ・ラジオショーデイリースペシャル。今年ももう終わりっすね。早かったね。お二人気づきました？ん？今年年最初から最後まで水曜日、どんだけ水曜日やらせるつもりなんですか、ここのスタッフ。めちゃめちゃ怒ってるじゃん。なっちゃんは俺らが休みの時も出てくれたから、ほぼ休みなしだったよね。そうだね。一回だけお休みで大鶴肥満くんに代わってもらったことあったけどね。あれ本当に悔しいです。あれがなければ解禁賞なんだよ。いや、いいんだよ、ね、
体調悪い時もあるだろうし、人生で1回だけ過去に戻れるならあの日に戻ってやり直したいです。もったいないことするな。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。そっか、水曜日で始まり水曜日で終わりなんだ今年は。悔しいです。悔しかった、その1回が休んだ。で、駆け落ち会、いや駆け落ちの会で自分が休むとか意味わかんないし。あれはね、うん、しょうがないよ、ね、そうですね、うん、さっきの、 投票あったじゃないですか、うん、マッチョが、うん、そのゴールドジム、うん、強制大会されてるから、うんうん、鬼プリンに変えたじゃない、そのゴールドジム、うん、強制大会されてるから、うんうん、鬼プリンに変えたじゃないですか、うん、票を、うん、でもちょっと今告げ口がありまして、うん、鬼プリンの大石くんもエニタイム強制大会されてるっていうのを聞いたので自分で猫じゃらしにしていいですか。いや、いいね、優勝したんだからどっちしろ。いいですか。3票ね、はい、猫じゃらし3票ね、はい、3票になったね、はい、すいません、関係ない、なんだろ、関係なかった、なんでみんなマッチョ強制大会なんだろ。あるあるなのかな、いけないよ。さあ、備えレシピショーのコーナーです、うん、このコーナーでは防災と食をテーマに、はい、羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日はリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介しましょう。メールを送っていただいた方の中から抽選で1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。さあ、それでは早速メールご紹介します。はい、私からですね、はい、静岡県恵子さんですね、37歳女性です。恵子さんですね、37歳女性です。シーチキンも、備蓄しております。手軽にタンパク質が取れて長期保存に最適、うん、静岡が誇る自慢の保存食です。おー、ありがとうございます。なるほど、羽衣フーズさんの地元の方からのメッセージ嬉しいですよね。静岡、私以前静岡駅のお土産屋さんで、うん、はいはい、なかなかお目にかからないシーチキントロオリーブオイル漬けというのを買ったんですね、うん、これが四角い缶詰で、ビンナガマグロのトロなんです。トロ開けると本当にもうトロッとしたのが入ってて、もうわさびちょっとつけただけでものすごく美味しいのがあるんですね。でも本当さすが羽衣フーズさんの地元静岡と思った記憶があります。これからもローリングストックしながら召し上がってください。ありがとうございます。いいですね。2枚目、はい、千葉県73歳の男性のたかしさんです、うん、ラジオ省内の備えレシピを紹介してくださるこの番組が好きで楽しみに聞いています。先日もシーチキンエブリを使った味噌汁のレシピ、うんうん、正直シーチキンをお味噌汁に入れるのはどうなんだろうと思いましたが、うんうん、レシピ通り作ってみるとさっぱりしててとても美味しかったです。 ありがとうございます。手軽に作れて栄養満点だし、孫にも作って食べさせてあげたいと思います。今後も缶詰を使った美味しいレシピを紹介してください。楽しみにしています。ありがとうございます、うん。お孫さんも喜ばれると思います。そうですよね、これ。で、私もハッと思ったんです。私の実家のお雑煮、ブリなんですね。で、私も毎年ブリのお雑煮作ってるんです。シーチキンエブリでいいんだって今気づきました。そういうことか。お雑煮もね。はい。今度お雑煮にシーチキンエブリで作ってみます。なるほど。美味しそう。はい。シーチキンは和洋酒、セッチョ、何にでも合うので、シャキッとコーンと一緒に野菜スープとかクリームシチューに入れてまた楽しんでいただきたいと思います。めちゃくちゃされてる。もう羽衣さんのメニュー。由美子さん、神奈川県56歳の方です。鰹節がローリングストックに向いているとは知りませんでした。タンパク質が取れるのはいいですね。私も家の中の食べ物の賞味期限を確認しなくては。そうです、そうです。まずは冷蔵庫の中身をチェックしてください。皆さんもです。瓶詰めのなめたけ、海苔の佃煮、焼肉のタレ、ドレッシング、チューブのおろし生姜など、うん、使いかけて賞味期限あっていうの結構あると思うんです。チューブのやつ結構ありますよ ね、 ですね、賞味期限ね。調味料危険なんです。そうなんです。なんか闇鍋みたいにできないですか。全部入れたら美味しくなるみたいな。賞味期限関係なしにいいと思います。あと乾麺のうどん、そば、ラーメンもうっかりすると賞味期限切れてしまうので、この機会に召し上がってください。年末に賞味期限パトロールをして良いお年をお迎えください。賞味期限パトロール、うん、いいですね。そうですね、はい、うん、はい。東京都26歳男性、健吾さんですね、うん。ナイツさんが大好きで、ほとんどの放送を会社から、帰ってから、嬉しいな。ラジコで聞くのを楽しみに来ています。ありがとうございます。備えレシピショーのコーナーは、普段から作ってみたい、食べてみたいと思えるレシピを紹介してくださって、料理が苦手な一人暮らしの僕には重宝しています。うん、
また自分ではなかなか選ばないオイルサーディンやひじきなどもたまには買ってみようと自然と思えるので新たな発見があります。今月末は僕と彼女と僕の弟、うん、弟の彼女という4人でバーベキューに行く予定なのでいいですね、はい、そこで缶詰を使ったレシピを何か作ろうと密かに考えています、うん、おすすめがあったら教えてほしいです。これからもずっと放送を楽しみにしています。でもバーベキューの時も缶詰持ってってね、いいですよね、そうそうですね、温めるだけで、やっぱりあの、ね、オイルサーディンおすすめですよね。オイルサーディンの中にオイルが入っているので、うん、温めるだけでアヒージョができるんですね、うん、そうか、でマッシュルームとかパセリとか、まあ、ニンニク入れてグツグツとすると簡単にアヒージョができるのでおすすめです。うまいかね、そこにアヒージョ、アヒージョ、エビとかね、エビね、エビタコ、ブロッコリーとか、ね、あとペペロンチーノ作れますもんね。美味しいですね、パスタ入れていいですね。ニンニク入れて、美味しいですね。最高最高。いいな。ぜひ温かくして楽しんでいただきたいと思います。はい、美味しそう。はい、さあということで以上ですね、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。それではクオカードの当選者を発表しましょう。なっちゃんお願いします。はい、クオカード3000円分が当たった方は、千葉県のたかしさんです。 おめでとうございます。先ほどね、73歳のお孫さんに、はいはい、ぜひ作ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらでぜひストック食品を買っていただいて、このコーナーで紹介した備えレシピ作ってみてください。ということで、このコーナーへのご感想や今泉さんへの質問、また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付、このコーナーへのご感想や今泉さんへの質問、また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com、 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。来年もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いいたします。レシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらで確認してください。そして番組特設ページでは、ハゴロムフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。今泉さん、今年もありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いいたします。はい、よいお年を。以上、ハゴロムフーズプレゼンツ備えレシピショーでした。不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。はごろもフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんか？食べる、買い足す、備える。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 普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパットライス、はごろもフーズの商品でローリングストック始めませんか？はごろもフーズ、はごろもフーズプレゼンツ、はごろもフーズプレゼンツ、備えレシピショー。この時間は、はごろもフーズがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて、日本放送ニュースです。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。原子力規制委員会は、今日の定例会合で、テロ対策の不備で事実上の運転禁止命令を出している新潟県の東京電力柏崎刈羽原子力発電所について改善が確認できたとして全会一致で命令を解除しました。解除まではおよそ2年8ヶ月かかり、東電は再稼働に向けた手続きが進められるようになりましたが、新潟県など地元の同意を得られるかが今後の焦点となります。次です。大手百貨店の高島屋はオンライン販売したクリスマスケーキの一部が破損して届いた問題について、私どもが販売いたしました冷凍クリスマスケーキが崩れていたことにより多くのお客様の期待を裏切る結果となってしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。高島屋によりますと、ケーキは
埼玉県羽生市にある菓子メーカーが製造と冷凍を行い、ヤマト運輸が配送しましたが、いずれの会社の調査でも温度管理は適切だったということです。その上で、当時の状況を完全に再現して試験するのは困難であることから、高島屋は原因の特定は不可能と結論付け、調査を打ち切ったと説明しました。本事案の発生原因につきましては、総合的に確認いたしました結果、誠に遺憾ながら、原因の特定をすることは不可能という判断に至った次第でございます。お客様に対する善意いたしました結果、誠に遺憾ながら、原因の特定をすることは不可能という判断に至った次第でございます。お客様に対する全責任は弊社にございます。また、本件の原因を特定できるような管理体制を構築できなかったことも、弊社の問題であったと捉えております。横山専務は今後について、管理体制の改善に向け取引先との関係を強化し、再発防止につなげていくと述べました。2023年もあと数日となりました。和歌山県那智勝浦町の熊野那智大社で、新年を前に御神体の那智の滝の上に架かる大しめ縄が張り替えられました。大しめ縄は長さが26メートルもあり、今日は高さ133メートルの滝の落ち口で、白装束に神職が命綱をつけ、滑らないよう足元を確認しながら作業しました。那智の滝は大晦日の日没から元日の朝にかけてライトアップされ、多くの参拝客を迎えます。この時間のニュースは以上です。後藤デスク、ありがとうございました。純烈コンサート2024、来年4月8日月曜日、ラインキューブ渋谷で午後2時と6時の2回公演、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。はい、メールいただいてます。はい、ラジオネームトントロさん、井戸田さんに松さん、お笑いへの情熱が垣間見えただけでよかったです、所さんやひろみさんへの道もありますが、それはもう少し先にしてください。漫才好きだからね、やっぱ二人そうだよね、ちょっとでもあの所さんとひろみさんの、あれなんか憧れるな、ちょっと ね、 そこの二人はすごすぎるからね、なんかそう、もう1年2年そこいらじゃないから、もうずっとやってるから、そうでしょ、そこはやっぱ強いでしょ。昨日さ、昔のマネージャーのね、あの送別、あの60歓励の祝いがあって、ね、そう、俺ちょっと急に行けなくなっちゃって、そうそう、秋元ってコンビいるじゃない、で石井元気君って今静岡に住んでるんだけど、元気がうちにさ、あのホテル借りてなかったから、もう終電ないからっつって、うちに泊まったんだけど、まあ、その作業部屋、いつも YouTube、あの YouTube 撮ってる部屋じゃないですか。なんか世田谷ベースみたいな気持ちでした。あ、いいですね。ここに僕寝れるんですかみたいな、あんなちっちゃいさ、6畳ぐらいの部屋に見てくれてんだね。そうそうそう、だからちょっと嬉しかったもんね、そういうの。なんかこう、そうね、そうそうそう、内海さんのやつどうだったの。いや、内海さんのやつ、なんか還暦祝い、なんか内海さん同じ話ばっかしてたから大丈夫かな。その2時間3時間の間に同じ話してた、帰りに俺車で送ってったんだけどさ、車でもなんか宇都宮さんも酔っ払ってた。嬉しかったんじゃないの。詳しくお話します。ね、はい、引き続きメールお待ちしております。配送ドライバーの悩みとは、小森さんに聞いてみた。報酬体系ってどういう感じで報酬は決まってくるんですか。僕らは完全歩合で1個いくらっていう、じゃあ1個かける150とか、あ、そうです、かける200みたいな。そうです。正直再配達ってなると、不在だとちょっと正直はみたいな。なるほど。っていうのは正直結構ありますね。なるほど。あとなおさらめちゃくちゃありましたね。配送の問題は社会の問題だから、 Amazon フレックスは配達個数に関係なく安定した報酬をお支払いします。委託ドライバー募集中、詳しくは Amazon フレックスで検索。ドキドキワクワク楽
しいが溢れ出す。あなたの日常に驚きを。快適な居心地空間を提供するドキワクランドは、東京、神奈川、静岡に9店舗展開中。すべての人に感動を。パチンコ&スロット、ドキワクランド。さらに手軽になった崎陽軒の肉まん、あんまんは、朝ごはんにも、おやつにも、夜食にも、袋のままレンジで、だからいつでもあったかおいしい崎陽軒の肉まん、あんまん、おいしいしうまい崎陽軒。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、なっちゃんからこの時間のお天気伝えてもらいましょう。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 11.5 度、湿度 43%。 東京地方、今日の天気は晴れのち曇り。関東地方は日が差しているところもありますが、雲の多い天気になっています。午後2時までの最高気温は都心で 12.6 度で、昨日と同じくらいでした。この後沿岸部では雲がかかりやすいでしょう。ただ雨が降るところはなさそうです。明日午後は各地で晴れ、大掃除や年末年始の買い出しにも良さそうです。大掃除は15キロのダンベルを持ちながらやったらいい運動になりますよ。以上3時の15キロ、はい、以上3時の天気をお伝えします。15キロのダンベルってすごいよ。まあまあそうですね。まあ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 じゃないよ。まあまあまあです。1分持たないな。15キロ、うーん、まあ別に、いける？なっちゃんすごいな。15キロ昨日さ、はい、あのそういえばパッションに会ったんだよ、久々に。ギャラさん、あいつも筋肉芸人。そうね、あいつもパーソナルジムやってんだけど、沖縄で、同期だからさ、で久々にね、その我々のマネージャーの還暦祝いでパッションも来てさ、だもうあの見てからさ、もうパッションの話がさ、面白くなさすぎて、みんなからもうブランクありすぎだよお前って、みんなから突っ込まれて何のオチもないわけ。それでなんかその宇都宮さんってね、結構厳しいマネージャーだったので、宇都宮さんに結構ファッションは、お前はもう全然ダメだ、面白くないって言われたって話をずっと永遠とするんだけど、なんか宇都宮さんもそんなにそれ自体がさ、まあうん、確かにそういう時代もあったとかつって、だけど宇都宮さんずっとね、僕のこと嫌いだってね言ってましたとかつってさ、マジみたいな、マジみたいになっちゃって、で、まあ、ボケで言ってんだけど、感謝してるんだよね、うん、なんかそんな感じになっちゃったから、ね、もうみんなであのここに胸に宇都宮さんがあるとしたらどうだって言われて、うんうん、一瞬迷って、あ、うん、うん、とかやってそれでやっと思い出したの、芸人を、ね、やっぱりダメだね。いや、まあまあまあ離れるとそうですね。でやっぱまあずっとお笑いやってないとね。それで宇都宮さんもさ、面白かったのは、宇都宮さんパッションの思い出ありますかって言ったら、うん、パッションはね、やっぱり俺からね、担当がまた違うやつに変わってね、いろいろあったんだけどね、パッションはあの邪悪のお兄さんをやり始めてからやっぱりダメだったな。それ多分ダークやらってキャラクターなんだよね。邪悪のお兄さんってそれ解除しすぎる。えそんな、これキャッチフレーズはついてないから、ファッションやらには。邪悪なお兄さん。邪悪なお兄さん。お兄さんだよって言ってたからね、ファッションはずっと。言ってましたね。うん。それで言っちゃったのもね。面白かったな、久々に。そうだね。みんな。人気でしたよ、ファッションやらも。ねえ。さあ、ということで、引き続きメールをお待ちしております。3時台のゲストもこの後、来ますよ。来ますか、いよいよ。はい。ズー、彼は連日の最近のニュースを見聞きしていて、はいはい、頭の中にキックバックがぐる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 回り始めて、キックバック、キックバック、プレイバック、プレイバック、プレイバックだ。新報二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。派閥のせいよキックバック、キックバック。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. ナイツの土屋です。花輪です。Hosted by Nights from Monday to Thursday, Nights, the radio show. ナイツザラジオショーをお送りしております。さあ、それではこの時間のゲストの方をご紹介しましょう。2023年のラジオショーには、大体300組近くのゲストの方がお越しくださいました。その大鳥を飾っていただくのはこの方です。寒い滑るコールでおなじみの雪男です。よろしくお願いします
ありがとうございます。今日はなんかお仕事されてきたんですか？曲だよ。曲あ曲あ。やっぱもう最近忙しいから。曲で、どこの曲？郵便局。郵便局かい。で週中だろ。ちょっともういいから。週中水曜日で。週中ですよ。P がうるせえんだよ。あ、P がうるさい。あ、そうですか。プロデューサーですか。じゃあパートのおじさんたち。年末だろ。はい。年末の月勢でも大変で D がざわつくんだここ。D。D が。ディレクターさんですか。いや。ダイレクトメール。今日も絶好調みたいよ。すごくなんかほっこりしますね。はい、絶好調の雪男さんなのに、うん、ね、コールって言ってるのに安心感すごい、ね。まあ、ね、まあ、あの先日のね、はい、水曜日のダウンタウン、はい、あの要するになんかドッキリ企画。うん、まあそうですね、うん、もう夏っていうか相当前に撮った形だったんですよ。あ、そうなんですか。あ、それだけど、はい、でしたか。いや、で私一応日本で2番目につまらない男っていや私でも、はい、長野さん推薦で、はい、チャンさんとかいて皆さん、ね、モグライダーさんとか、うん、俺一番なりたかったと。だって日本につまんない男っつって、はい、日本中回れるじゃないですか、うん、まあまあまあ、だって一回は見たいでしょ。チャンピオンですから。どのぐらいこの人つまんないんだろうってで1時間とか独演会とかやるっつって、はい、落語家さんみたいに、はい、絶対お客入りますよ。あ、だってテレビじゃ見れないんですから。あんだけ話題になりましたからね。だししっかりやってしっかり滑ったのは俺だけですからね32年やった。でもう決勝の時足フラフラですからね、リハからでテレビ慣れてでネタやらない人間の一番まずいパターンで一発目でもうワンチューなんてやって、全力出し切っちゃって、55の大人が、決勝残っちゃったらもう一本やるんですかって言ったら、違うネタでお願いしますって言われて、1日2本テレビでやるなんてことないじゃない。引きましたのか。引っ張りましたのか。引っ張りましたのかね。もう喋れなくなってましたもん。でもあの女にお客さんがいっぱいいるとこでやるのも久々だったんじゃないですか。うん、だし、テレビカメラが4台あるっていうのが。初めて？いや、2度目ぐらいかな、ちょっとビビったのが。あ、でも本当にちゃんともう賞レースで、テレビのもう映る賞レースで優勝目指してやったんですもんね。そうね、もうそこでもうずっと。だけど途中でやっぱりおかしいぞってのは気がついた。あ、ありました。じゃあちょっと、あれいけない、まあまあ、うん、いけないぞはおかしくないですよ、いつも通りです、うん、そう俺も間違ってないと思うんだよ。だけど1回戦で大門与作と知ってるから、はい、当たって、はい、あいつのが受けてて、はい、で、あ、これ負けたなっていうので、負けたなって思ったんですね、舞台の上で、はい、で、後でテレビで44対7だったじゃん。あれ正しいのよ。はい、これで、ウエストランドが後ろで、はい、うまいこと言うんだよ。そうですね。フォローするんですよ。で、やっぱり雪男さん哀愁出てますよとか。で、それがお客に伝わる。そっかと思ったけど、いや、これ降りてって、うん、違うぞこれ、と S っていう意味が、うん、だんだんみんな気がつき始めて。あ、ちょっとやっぱり気づくんだ。みんなやっぱりそれ。ソロじゃないぞと、これ。シングルじゃないぞと。シングルじゃないぞと。おかしいぞと。で、次だ次だってやっぱ見てくと、ギブさんがギブアップさんが勝ったりとか。ギブさん、ギブさん先輩？先輩よ。ギブさんの？俺も30年くらい付き合うけど、何言ってっか分かんなかったもん、本当に。ギブさんすごいのが、降りてきて、ゆきちゃんつって長いじゃない。ゆきちゃん、ゆきちゃんって言うんだけど、ゆきちゃん。一番上かと思った。ゆきちゃん。どうだったって言うから、はい、言えねえから、さすがに。うん、よかったよ、今日。一番今までで長い付き合いでよかったよ、って言ったら。だけど、もう、ネタは飛ばすし、テレビ慣れしてない人間の面白さ、みんなガチガチ。自分はまだ。ギブアップさんは普段から何言ってるか分かんないですか？そこもちゃんとしてるけど、もう緊張してたんですか？緊張して。ネタ飛んだのも。で、リハーサルから、ぶっ飛び方。はい、リハからリハからびっくりしたよ。だって、すいませんとか言って、はい、で、みんな、TBS の方たち、ゆっくり行きましょう、ゆっくり。ほいで、ネタが飛んでもいいですから、ちゃんとやりましょうと。ふざけてるなぁ。いや、ふざけてるじゃなくて、そこがやっぱりテレビ慣れてない人間の怖さよ。スタッフもどさんは内心、本番でも飛んでくれって思ったんだよね。いや、飛んでくれってので、そうですね。だから、ギブさんは全部やりきったことによって、OK って出てるわけ。客なんかどうでもいいのよ、俺は。OK って終わった瞬間に握手してるわけだから、降りてきて。ないよでね、人生かかってるからやっぱり。でも本当に今まで誰かが言ってたけど、日本一つまんない男を決める大会っていつかあるんじゃないかって言ったけど、言ってたんだ、言ってた、みんな。ほいでやっぱり言われたのが、全員名前上がったのは俺がトップで上がったって TBS であれ、あそこいた、あ、
本当はみんな雪男さんを推薦しようとしたんだ。ドラフト1位だった。確実にその若い客の前で滑るだろうと。で、それも鉄板ネタ持ってって滑るだろうと。そのテレビネタやって。そこまで、あそこでは違いますね。違う、やっぱり寄席系とかだと。それあったかいよ。本当に出てった瞬間に、なんつったらいいの、うん、親の仇みたいな目で見られた。おっさんなんだよ。だから、で、雪男55歳って言った瞬間に下向いたもんね、みんな。見る価値ないだろうって顔されたもん、若い20代の。客席もね、チラチラ映ってましたからね、あいや、あれ本当だった。本当でしたね、あれね。あの人たち、多分、その、笑わないでくれとか、あるのかなと思った後になったけど、じゃないって、ちゃんと。そうですね。当然普通の賞レースだと思ってたら、ね、そう、審査してますもんね。ちゃんと、だからエキストラの方たちで、入れてるから、だから見る目はしっかりしてた。反響はあったんですか？すごいよ、次の日も。まず週刊スパさんから取材させてくれて。それで持ってきた。持ってきた。すごい。で、俺もほら、カッコつけるじゃない電話で来たから。カッコつけて。カッコつけて、はい、背中で語ろうかって言ったら、顔なんですよ。うん、表紙だと思うじゃない。うん、え？そしたら、免税店に行ってほしいんだって言われて、顔があまりにも、あれなんでと。あ、そう、あの、免税店に行く企画で呼ばれたんですよ。そう、だから、顔だって言うから表紙だと思ったら、免税店の。全然、なんかこれ、お笑いの対談とかじゃないじゃないの、俺の反省でもないだろ。男のヘルスケアっていうコーナーで。男の、で、一応俺も読者モデル嫌だよ、っつって、はい。大丈夫です。雪男さん、はい、テレビで見て、はい、顔なんですよって言うから、表紙だと思うじゃん、顔だ、顔だ言えば。でも、売れかけ中年芸人が、はい、爆速若返り治療してって、ヒアロン酸2本打ったんすか？打った。すごいやってんすか。で、若返ったんだ。何これを、なんつうの、パック、はい、毛穴、はいはいはい。すっごいツヤツヤになって。違うって。やっちゃダメなんだって。なんで良さがなくなっちゃう。ちょっと待ってください。10年間悩み続けたら目の下のクマ。クマを取っちゃったんですか？ 10 分間で吹っ飛んでるじゃないですか。だけどまた出てくるでしょ、半年もすれば。どうせ。なんか変な風に目覚めないですよ。通ってないですよね、この間。通わないよ。俺だって注射打つの怖かったもん。香りなんか。それで、上位の女の先生が綺麗で、はい、それで騙し打ちみたいなもんだよ、俺。もう綺麗だから見とれてるうちに終わってるんだもん。なんだかんだ言ってもこう仕事が増えたっていうことは。ラジオだって、レディオ湘南。ゲスト、はい、レディオショーのラジオ、はい、これでしょ。じゃあレディオショーなんて、あの、あ、レディオショーなんで、ね、レディオショーなんで、ね、FM 高知、うん、京都リビング FM845、うん、宇都宮の宮ラジ、うん、で来年が CRT 栃木放送、うん、渋谷クロス FM、うん、FM 池袋、もう目白押しだよもう。BC リーグみたいな。BC リーグみたいな。ちょっとよくわかんないって言ってた。いろんな地方で。だから日本放送とか来ないよ、話が、それなんか。もう、でも今日はもうだって、メジャーリーグに来て、そうよ。日本放送。日本放送、本当にマイナーリーグから。6月以来で2回目ですからね、まさか。2回目です。最後のゲストですから。いや、涙出るよ。で、ここ出た後だ、反響あったんだから。あ、そう、この後も反響ありました。すごかった。本当ですか？あのね、はい、まず面白いのが、南長良間でお笑いライブやってて、そしたら福祉会館の方に、女性の方、私より上の方、年齢。はい、二人来てくれて、ラジオショーを毎日仕事しながら聞いてる。で、楽しみでと。そしたら近所で、南流山と、福祉会館っていうので、来ましたと握手ってサイン書いて。もうラジオ聞いて。聞いてと。近くでやってるんだって。で、これ、この番組が、もう毎日の生活の上での、すごい。嬉しいなと思って。嬉しいですね。もう、郵便局の、何、働いてる仲間とかも、水曜日のダウンタウンなんかすごい反響あったんじゃないですか。いやいや。あの、同じ部署の人は知ってるからあれだけど、うん、知らないとこの方が、うん、ああ、あなたですよね、みたいな、いるっていうのは聞いてたけど、部署違うところからとか、あと、栃木にロケ行ったんですよ。はい、YouTube の形の、はい、あるミュージアムのとこ行ったら、はい、5、6人人飛んできましたよ。この赤のスーツ着て。え？それでサインしてくれと。放送見て。放送見て。すげえな。やっぱりすごいってので、で、これからも頑張って滑り続けてくださいって言われて。何ですか、それ。ガチャ。ガチャ、ガチャ。CM の後も、引き続き、ゆきおとこさんにお付き合いいただきます。ポエムをやっていただきます。エイブル主催、日本放送公演。
全国賃貸オーナーズフェスタ2023年末年始スペシャル。日本最大級のオンライン、テレビ、リアルのトリプルハイブリッドで開催。2024年1月14日まで無料配信中。詳しくは日本放送イベントホームページで。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を贈ります。変やまる変やまるおいしまる変やまるみんなまる日本の酒白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。初詣は厄除けのお祖様、杉並堀の内妙法寺へ。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組の最新トピックスをニュース記事で読みやすくお届けしています。ぜひスマホやパソコンで日本放送ニュースオンラインチェックしてください。日本放送ホームページ 1242.com からアクセス。ナイツ The Radio Show。さあ、ナイツ・ザ・ラジオショー、うん、この時間は、今年最後のゲスト、雪、はい、男さんにお越しいただいております、うん。ありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。ねえ、うん。さあ、もうね、雪、うん、男さんは、はい、もう、うん、ポエムが、そうですよ。やっぱり前回来ていただいた時は、うん、あれでしたから、ポエムはまだずっとお書きになってる。いや、もちろんですよ。詩人としてはまた違う肩書きっていうので、うん、私も。それはまだなんか番組とかでね、フィーチャーされてないですよね。まあまあ、これからでしょ、うん。ゆっくりゆっくり。やっぱり55でしょ、はい。60超えてから詩とか味が出てくるもんだから。そんなまだ。じゃあ、還暦すぎてからだよ。評価されるのは。もう、8年ぐらいからは。もしかしたらプレバトでポエムの先生とかやってる可能性がそれは。ポエムの先生やんの？まあね、ポエムの先生って。ポエムで才能ありとかなしとかを判定する側になるもんやってるかもしれない。だけど、すごいね、それ。詩って、うん、生きてることが全員詩だからね。すごい。いや、そうよ、結局は。だから、滑るな。また滑っちゃったよ。滑ないわ、あんまり深いな、なんだよ、これは。逃げようと思ったら。逃げられなくて追い込まれちゃったよ。生きてることがもう全て詩だと。みんな、みんな。はい、それを見たって喋ることが詩だよ、みんな。誰もが。なるほど。うん、だから普通に喋ってることで、うん、オチがなくていいんだから、詩は。まあ、この間も言ったけど、ね。好きなようにやればいいんだから。まあ、腹減っただけでもいい。お腹空いた、夕ご飯食べようかなって、うん。6時になったら食べようとか。全然面白くないです。だから日本で2番目なんじゃない俺。オチがなくていいんだから。オチがなくていいんだから。ウォンチューで落としてるじゃない。ウォンチューで。ウォンチューってやればいいのよ。逃げちゃえばいいんだから。32年やってきたんだよ、これだけ。何千万、何万万で。で、最後、噛んじゃって、もう、ブラブラになっちゃって。ちょっとだよ、止めてくれって。いや、嬉しかったっすけどね、普通に。今年のね、やっぱ放送、これも、ラジオショー最後ですから、これちょっとね、雪男さん、ポエムで締めていただきたいんですよ。はい。何かこう。作ってきました。いや、作ってきていただいたんですか。タイトル、もう、今年の。この時間的にもういっちゃう？ちょうどいいですよね。ちょうどいい。はい、お願いします。タイトル、じゃあ皆さん。2023年、令和5年、税、熱い、戦、虎、勝つ、玉、公、変、増す、楽。今年の漢字一字、嬉しさも悲しさも楽しさも、いろんなことがあったな。私の一字は、今年も、滑るだったな。寒い、滑る、これでおなじみの、雪男でした。ありがとう。最後がいいぜ。今年の漢字一文字で。そう、これが1位から10位なんです。一応決まったけどね。1位から10位。これ10位から。順位がこれ税からで。そういうことです。1位から税。熱い、戦、虎、タイガースの勝つ。玉っていうのが WBC。あ、なるほど。これは物価高騰。そういう、だから、ただ事実を言っただけですよね、その。いや、だから、それで、俺、ちゃんと、俺、まあ今年は1位滑るだったな。ああ、そっかそっか。で、また来年も、だから、一応こうでありがとう。ありがとうでなんか、ごまかされた感じはしたんですよ。いや、だけど、おもてなしみたいな2023年に対してのありがとうよ。はい、ああ、それはね、ごめんなさい。そうか、全部に対しての。全部、この日本、世界。で、最後と、今日が、このラジオショー、2023年の。そういうことよ。どういうことなっちゃんも、なっちゃん刺さった。刺さった。そうですね。まあ、うん。持ってく？Ha ha 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 ha!
取ってくれるんですよね、これ。取ってくれるんですよ。手書きでちゃんと書いたポエムですから。僕やっと、ね、誰も気づかない。山下清みたいになるかもしれないから。確かに。あと5年だよ。5年待ちだよ。ね、5年ぐらい価値これが価値出てきますから。いや、ということで最後もポエムまでありがとうございました。本日のゲスト、雪男さんでした。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。目玉焼きにかけるのはだよ。え、君にぴったりな仕事だと思ったのにしっかり考えてやったのか。ええうっかりしてましたでは済まされないぞ。もっときっちりやらないと。あ、すみません。手塩にかけてみっちり育てた君がこのざまでは心にぽっかり穴が開いたような気持ちだよ。あ、いや、あの、もし君が忙しいならきっぱり断らないと。ひっきりなしに仕事ばっかりしてるのか。たまにはゆっくりしろよ。手っ取り早く実家に帰ってまったりほっこりしたらどうだ。実家のとっとおりでな。はっとおり、はっとりです。はっきり言って何の CM かさっぱりわからないと思いますが、ざっくり言うとトイレの消臭芳香剤の CM です。これさえあればバッチリ。アース、トイレのスッキリ。あ、財布にお金がない！という状況で、真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り！ローソン銀行の ATM なら、ほぼすべてのカードが使えます。真っ先にローソンだ！さあ、ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました。この後は辛坊治郎ズームそこまで言うかです。ぜひお聞きください。ここで電車に関する情報です。つくばエクスプレスのホームページによりますと、つくばエクスプレス線は青井駅から北千住駅での車両故障の影響で秋葉原駅と守谷駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。運転再開のめどは立っておりません。ご利用の方はご注意ください。電車の情報でした、さあ、今日でナイツザラジオショーは年内最後となりますが、金曜日は中垣ザラジオショー放送ありますので、ぜひお聞きください。ゲストはズンのお二人です。2024年は1月4日木曜日から開始となります、水曜日は1月10日からスタート、ゲストはダンビラムーチョの二人がやってきます。さあ、そういうことで、それでは有馬記念の配当金の当選者を決めましょう。メールたくさんいただきました。その中から選ばれた何通かをこのエミダンベルボックスに入れてます。はい、はい、なんちゃん1枚引いてください。はい、見たよ、はい、見たよ、はい、誰でしょう。はい、有馬記念の配当5万2000円の配当、当選者は、群馬県にお住まいのみったんさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいよかったね、みったんさん。はい、この方、登山の方ですよ、さっきの。あ、さっき読んだ。その中でね、ようやく登山できて74歳にして人生初の登山山頂。へえ、おめでとう。おめでとうございます。すごい、よかったじゃないですか。はい、ではこちらの配当金の配送は少々お時間をいただきますのでご了承ください。はい、今年最後のね、そうでした、あの放送でしたけども、はい、ありがとうございました。最後雪男さんがね、はい、もう一個詩があったみたいで、あ、はい、ポエマーだな。残していったんですか。残していった、読みますか。はい、読みましょう。子どもの頃から夢だった日本放送に出演させていただいた帰り道、有楽町の街に語りかけられた。よかったね、おめでとう。目頭が熱くなり空を見上げた。 JOLF 日本放送ありがとうこれが全てですね2023年聞いていただいた方にありがとうございましたという、はい、改めてこのやっぱ日本放送ありがとうっていう気持ちも、ね、こうやって教えてもらいました。毎年の恒例になりますかね、雪男さんのポエムで最後、水曜日だったら、水曜日だったらギリギリ許可が下りる。水曜日以外だったらやっぱ許可が下りないみたいな。水曜ガバガバな曲から、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ここまでの相手はナイツの土屋信之と花輪信之とメイプル超合金安藤夏でした。良いお年を。
忘れたものを取りに選ぶように古びた思い出の誇りを春戻らない幸せがあることを
にあなたのことを夢に見る忘れたもの は取り入れられる夢に古びた思い No 誇りは春を戻らない幸せがあることを幸せがあることを